どうも、皆さん、こんばんは。野良猫です。ですね、久々に逆転裁判5をですね、やっていこうかなと、懐かしみながら。前回やったのが、いやもうだいぶ前なんで、一回プレイしてるんで、サクサクプレイだとは思うんですけれども、ただね、逆転裁判5は特になんか大まかなところはもちろん覚えてるんですけど、細かい部分が全然覚えてないので、懐かしみながらやっていこうかなと思います。逆転裁判5はまあ、2D からね、3D になったっていうのも、すごい、すごい部分ですけど、まあ、冷却はあったけど、なんか、すごいガラリと逆転裁判のその雰囲気が変わったなという印象ありますね。ここから。逆転裁判4から、1年後ですよね。一年後の舞台で、で、なるほどさんがね、なるほどさんが、あのなるほどさんが、弁護士復帰するという。まずそこも、ちょっとびっくりしたんですけどね。その、まあ、4でああいう感じだったじゃないですか。4でああいう感じで、とある事件でね、弁護士、資格剥奪されて、で、まあ、ある意味それも、法の暗黒時代、法の暗黒時代の始まりかもしれない。それで、そこからのですから。いや、だからすごい、逆転裁判シリーズがガラッとまた変わったところというか。てか、なるほどさん、で、4から登場した驚きさん、で、新キャラの日月ここねさん、だからトリプル主人公の物語ですよね。よし、やっていきましょう。久々の、音大丈夫かなってか。音大丈夫。いやー、そう。もうここから、もう最初、冒頭からクライマックスよ。もういろいろ起こってんだもん、この時点で。いや、そうだ。いきなり爆破から始まるって、すごいよね。なんかもう、すごすぎて面白い。すごいことやってくるよな、逆転裁判。法曹界には暗黒の時代が訪れている。いきなり法廷爆発するんだ。僕たちはそれを正していかなければならない。ああ、分かってるよ。ついにお前が追っていたやつが動いたのかもしれないな。大丈夫さ。頼もしい新人も入ったしね。いや、このシステムもいいよな。そろそろ行きますか。彼女のうちの事務所に来てからもう半年か。今こそ彼女の力が必要なんだ。
丈夫ですか？この子は強いんで大丈夫です。この子は強いんで。ああ僕はこの時のために戻ってきたんだ。決着をつけるよ。何と決着をつけるのかっていうね。ちょっと携帯電話が古い、あの携帯電話ずっと使ってるやつ。いや、なるほどさんが弁護士バッジつけてね、また出てくれるなんて。熱いのよ、もうこの時点で。いや、心スコープ苦手だったな、俺も。いや、そして驚きさんよ。驚きさん。いや、どういうことっていう。驚きさん、どういうこと。もうこの時点でいろいろ怒ってますもんね。もういろいろ怒ってる状態なんだよね。第1話、逆転のカウントダウン。いやー、すごいな。始まり方がすごい。クックックック。爆弾は何もかも破壊する。何もかも消してくれる。これで全てをあの小娘のせいにしてやれば。今のやつが犯人です。皆さんお分かりでしょうか。今のやつが犯人です。12月17日午前9時22分地方裁判所被告人第5控え室。いやー、始まりましたね。驚きさんのさ、状態というか格好も、まあ、後々わかりますよね。後々わかってくるという感じで。もうこの時点でいろいろね、もう怒ってるという。全然緊張しないな。ここねさん。なんだかんだで、慣れるもんね。この張り詰めた空気にも。ほんと全然緊張しないと。すごいっすよね。初法廷っていうわけではない。大丈夫かい、木月さん。来た。驚きさん。あ、驚き先輩。そう、先輩。もう今回は先輩弁護士として、驚きさんが、もう、先輩なんですよ。あ、驚き先輩、どうしたんですかという感じですよね、もう。こちらからしたら、この格好がもう、大丈夫でないんですけど、大丈夫ですか、驚きさん。全然平気ですよ。鼻歌でも歌いたい気分ですよ。もう緊張するやつなんかいるんですか、この、ね、お手で。緊張なんかしないですよ。そっか、すごいね。でも、さっきから声が震えているよ。やば。緊張が声に出ちゃったのね。わかる。わかるよ、ここねさんという、もうそういう感じですよね。驚きさんからしても。そんなことないです。余裕ですよ。余裕。この人は、驚き宝介さん。私の勤める法律事務所の先輩弁護士。先輩だもんな。この事件の担当弁護士は驚き先輩だけど、私も一緒に弁護席に立ってサポートすることに決めたんだ。忍のことを守るために。これもだからすでに事件、もう、あれだよね。裁判が、あって、で、その上で、この、今回のこの第1話、忍のことを守るために。
先輩、あの法廷の爆発でそんなひどい怪我を。すごい爆発でしたよね。まさか法廷が爆発するなんてね。まさに暗黒時代。一緒に弁護席にいた木月さんが無事なだけでもよかった。そう、今回の事件は俺にも無関係じゃない。そうなんだよな。だから自分の手で彼女の無実を証明するって決めたんだ。日月さんだってそうだろ。はい、忍が疑われている以上、一言じゃありませんから。ちょいちょい出てくる忍。驚きさん、ココちゃん。彼女が忍。今日はよろしくお願いします。忍。大丈夫?大丈夫な感じには見えないけど大丈夫?ごめんなさい。私、緊張するとすぐに発作が。でもね、あれの香りを、あれすれば、落ち着くという。森の中だったら、ケホ、こんなことないんだ、ケホ。彼女は森住忍。私の大切な幼馴染、そして今回の事件の依頼人でもある。テレビのニュースは忍が爆弾犯だと言っているけど、そんなの絶対にありえない。これ差し入れ持ってきたの。うちの畑で採れた子なんだ。あ、ありがとう。これは、イヨカンかな?うん。おばあちゃんが言ってたの。イヨカン食べると、いい予感、なんだって。そっか、験担ぎだね。感じるよ。忍の優しさ。そうだね。優しさだね。やば、私なんでイヨカンを握りしめて涙ぐんでるんだろう。よーし。いい予感がしてきた。レッツドゥディス。驚き先輩、頑張りましょう。ああ、そうだね。これ驚きさん。絶対に勝とう、この裁判。驚きさん、大丈夫じゃない。大丈夫じゃない状態。驚きさん。キャー。驚き先輩、大丈夫じゃねえじゃねえか、全然な。く。包帯から血が滲んでる。傷口が開いたんだわ。今までずっと我慢して平気なふりをしてたんだ。驚き弁護士。何?まもなく開廷のお時間です。入廷をお願いします。そんな。はあ、はあ、くそ、こんな状態で。俺が森住さんを守らないと。どうすればいいの?もう法廷が始まってしまう。こんな時、あの人がいてくれれば。でも、今から連絡しても開廷には間に合わない。こうなったらもう方法は一つしかないわ。こうなったらもう、やるしかない。驚き先輩、事件の証拠品を貸してください。木月さん、どういうことだい?係官さん。はい?弁護側は、弁護人の交代を申請します。ココちゃん。まさか。まさか。先輩は寝ていてください。私が忍を弁護します。一人で弁護?そんな無理だ。今まで一人で法廷に立ったことなんかないだろ。ノープロブレムですよ。多分。忍、それでもいいかな。うん。私、ココちゃんのこと信じてるよ。だから。大丈夫。
初めて一人で立つ法廷と。これは考えますよね、先輩弁護士驚きさんからしても。ただ驚きさん汗がすごい、もう立ってられないぐらいの状態。驚き先輩、私のこと心配してくれてるんですよ。正直私も不安です。心が張り裂けそうなくらい。ただ今はもうこれしかないからというところでね。でも今の驚き先輩に弁護席に立ってもらうわけにはいきません。私がやるしかないんです。そうですよね、驚きさん。わかった、決意は固いみたいだね。ごめん、木月さん、森住さんのことよろしく頼む。はい、任せてください。私に任せてくださいと。私は木月ここね。これだから本当、今までのね、逆転裁判にはいなかったキャラなわけですから、新キャラ木月ここね。まだまだ新米だけど、一応弁護士をしてる。弁護を担当するのは今回が2度目なんですよね。ただ一人で立つのが初めて、一人で法廷に立つのは初めての経験。でもやるしかない。忍のことを守ってあげなくちゃ。これ相手はあの方ですよね。同日午前9時46分、地方裁判所第5法廷。裁判1日目開廷。もうここのさ、モーションがすごいじゃん。すごすぎるんですけど、逆転裁判っていう。始まり。それでは、これより開廷します。弁護側、準備完了しています。いや、逆転裁判5、懐かしいですよね。俺も懐かしい。すごい全てが懐かしいんですけど。確かに覚えてない。アウチさん。アウチさん、これ、確か、検察側も準備完了しております。裁判長、これはどういうことですかな。アウチさんがさ、まず、この、我々の知っている、これまでのアウチさんとはちょっと違うところがありますよ。その、逆転裁判1、2、3、4ってやってきて、5でさ、もう結構時は経っているはずなのにもかかわらず、なぜこのアウチさん、髪がこんなに、こんなにもボリューミーな感じでいるのかという。まずその疑問が浮かぶ。今日はあの赤い猿のような弁護士が相手だと聞いていましたが。猿？ふむ、つい先ほど弁護人の変更が申請されたようです。昨日の法廷爆破事件の怪我で出廷できなくなったようです。まあ無理もありませんね。この私が相手では仮病を使いたくなる気持ちもわかります。仮病？何よその言い方、バシッと言い返さなきゃ。そうだね。ここは。でも緊張してうまく声が。このひねくれ検事、このひねくれ検事モニターが言っちゃった。あ、こらモニター、これは聞き間違いですか。私のごときジェントルメンにツイスト検事などと言ってない。聞き間違いです。私じゃありません。それはマジで聞き間違いです。むう、しかし弁護士席にはあなた以外には。今のは、この子なんです。首から下がってる
モニタ。時々私の考えたことを勝手に喋っちゃうんです。怖いですよね。なんだか怖いですよね。それはそれは。だとすると弁護人の発言は矛盾していることになりますな。矛盾？矛盾ですって。何を言っているんだろうこの人は。あなたは先ほどの発言について私じゃないと言い訳した。しかしその機械があなたの考えを代弁しているなら、現に心の中でツイスト検事と罵ったことになる。だからツイスト検事と言ったわけではないんです。ひねくれ検事と言った。だから矛盾はしていないけど、よくわからない。そんなことはどうでもいいんです。ひねくれ検事なのに、どっちかさ、そっちで伝わってほしかった。こっちとしてはどうせ伝わるなら。どうやら赤い猿が黄色いひよこに変わっただけのようですな。こんなドルーキーに被告人の弁護ができるとは思いませんがね。アウチ検事、前置きはそのくらいに。アウチ検事っていう感じですね。そろそろ本題に入っていただけますかな。存じておりますと。新人イビリの異名を取るこの私、まだまだイビリのチャンスはある。新人イビリ、やっぱりひねくれ検事だ。ひねくれ検事はっきり伝えましたね。弁護人、これ以上続ける気なら退廷してもらうことになりますぞ。そんなこと言われても、うぐうぐすみません、わざとじゃないのに。まずね、そのこの日月ここねさんのこのモニタっていう存在何っていうところからも始まりますよね。モニタって何、なんでモニタいるのっていうありますけれど。ではアウチ検事、冒頭弁論をお願いします。お任せを。なんでそんなふっさふさやねん。さて、事件は昨日この裁判所の第4法廷で起こりました。その時第4法廷ではある爆弾事件の裁判が行われていた。うむ、私もその裁判に裁判長として参加していました。驚き弁護士も弁護人として法廷に立っていましたな。もともとだから裁判があったんですよね。その法廷に証拠品として提出された爆弾が爆発したのです。なんたることだ。なんたること。第4法廷は崩壊した。これは極めて悪質な事件です。爆発前に避難できたから良かったようなものの、まあ、このだから事件のことに関してのところ、もう少しで多くの犠牲者が出てしまうところでした。実際には死者は一人だけだったのでした。はい、爆発が収まった後第4法廷を調査すると、あ、爆発というか、まあこの事件ですね、各穂積刑事の死体が見つかりました。はいはいはい。やっぱなんかあんまりちょっとね、覚えてないかもしれないですね。大まかの大枠は覚えてるんですけど、結構やっぱ前だから。彼女は爆弾事件の証人として出廷する予定でした。逃げ遅れてしまったのでしょう。恐ろしいことです。かくいう私も逃げ出すまでに15回は転びましたから。だいぶ転びました。あそこにいる裁判長、幽霊じゃないよね。めちゃくちゃ転んだけど、でもなんとかこう、行けたという。被害者は法廷の入り口近くに倒れていました。おそらく、避難誘導のために最後まで残っていたのでしょう。裁判長、被害者の解剖記録と爆弾のデータ、2つの証拠品を提出いたします。はい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 。
各穂積の解剖記録、後頭部を平たいもので打って死亡。死亡時刻は午前8時から11時。ぬいぐるみ爆弾、法廷を破壊した時限爆弾、ぬいぐるみに入ったまま爆発した。あー、そういう感じだったっけ。証拠品は全て法廷記録にファイルされるんだったよね。法廷記録を見るには確か、R、 後で確認しておかなくちゃ。 R ね。それでは被告人を入廷させてください。被告人、疑われてんのがこの森住忍さんと。被告人、大丈夫ですか？顔色が優れないようですが。すみません、法廷に来たらなんだか調子がけほ。でもこの、大丈夫です、この匂いを嗅げば。でも大丈夫です。忍、頑張ってる。私も気合を入れ直さなくちゃ。くくく、進めさせていただきますよ。被告人、名前と職業、森住忍です。高校生です。あなたは事件の当日裁判所にいましたよね。私、友達のココちゃんを通じて驚きさんと知り合ってけほ。それで、あの日は驚きさんの応援に面白いモーションしてる。忍の様子がおかしい。すごく怯えている。ココネさんはね、もうそういうの分かるんですよね。まあそういうの分かる。まあ今のは見た感じでも分かったけど。感情が。被告人イビリの異名を取る。この私、新人イビリもあり、被告人イビリもあり。いや、なかなかですね、あなたね。どうやらイビリのチャンスが回ってきたようです。ひねくれ現状。私が忍を守らないと。何がいびりのチャンスだと。ひねくれ賢人じゃなかった、アウチ賢人。すいません、ちょっとつい本音が。むむ、何でしょうか。どうやら新人いびりの方のチャンスも回ってきそうですな。いや、そんなことはないです。そんなでミスはもう犯しません。何せ一回プレイしてますから、サクサクいけるはずです。落ち着いて大丈夫。落ち着いて話すのよ。ああ、内賢治、彼女の言ってることは、本当です。控え室にも顔を出してくれたと、驚き弁護士が証言していました。忍、先輩喜んでたよ。差し入れのレンコン。レンコン美味しい。本当？うちのおばあちゃんが言ってたの。レンコンを食べると先が見通せるようになるんだって。あ、まあ、確かにこうレンコンこう見通せるよね。こう奥まで。そっか、弁護士にはぴったりの験担ぎだ。生だったからさすがに食べられなかったみたいな。ふむ、被告人のようなか弱い女性が法廷を爆破すると、にわかには信じられませんな。意義あり。意義あり出ましたね。裁判長、見た目に騙されてはいけませんぞ。被告人には犯行を行う動機があったのですから。私、動機なんかありません。被害者の方とも全く面識が。各穂積さん、確かに調査の結果、被告人と被害者に接点はありませんでした。しかしそんなことはどうでもよいことなのです。犯人の目的は第四法廷の破壊そのものだったのですから。ほう、そうなのですか。どうして忍が法廷を爆破しなくちゃいけないのよ。実にいい質問ですね。ひよこちゃんにしては上出来です。被告人、あなたは以前、
冤罪被害に遭いかけたとか、あ、これはね、これもまあありますね。え？は、はい。それで法廷に恨みを持ったのでしょう。決めつけはやめてもらえますか。待ってください。それが爆破の動機になるだろう。私たちの依頼人は全員爆弾犯になっちゃうじゃないですか。そうですね。確かにそうです。確かに法廷がいくつあっても足りませんぞ。爆破されまくりますよ。法廷に恨みを持つ者は被告人だけではないでしょう。しかし犯人は被告人でしかありえないのです。被告人の有罪を証明する決定的な証拠が見つかっているのですから。そういう時大抵決定的じゃないよ。正直大抵決定的じゃないような気がするけど、決定的な証拠、まあ見てみましょう。爆弾のある特徴が被告人が犯人であることを示しているのです。その特徴とは何なのですか。そうですね、それは弁護人に答えていただきましょうか。え、あ、これはこれ見ればわかるやつか。もらったばかりのピカピカのバッジ、弁護士になった証、ね、これ見たよね。あ、だから法廷を爆発した時限爆弾、ぬいぐるみに入ったまま爆発した。はいはいはい。それは弁護人に答えていただきましょうか。え、わわわ、私がですか。どうやらあなたは大層緊張している様子。紳士たる私はそれを簡単な問題でほぐしてあげようというのです。腹立たしいほどの余裕ね。嫌な感じ。いや、嫌な検事、嫌な検事。全部言うやん、モニター。こんな全部言うやつでしたっけ。な、今なんと。あなたはひねくれ検事で嫌な検事ってことです。な、なんでもないです。こういう時はどうしたらいいんだっけ。そうだ、法廷記録、必要な情報は法廷記録のどこかに書いてあるはず。それでは弁護人、答えてください。法廷を爆破した爆弾の特徴とは、驚きのバッグに入っていた、裁判長のポケットに入っていた、ぬいぐるみに入っていた。これぬいぐるみに入っていたわけなんですけれども、裁判長のポケットに入っていたと選択したらどうなるんですか。これどういうことになるんですか。爆弾は裁判長のポケットに入っていたのです。どういうことですか裁判長、話を聞かせてください。まずあなたが怪しいですね。木月弁護士、突然何を言い出すのですか。爆弾犯の気持ちになって考えてみたんですけど、裁判長のポケットに入れば間違いなく法廷に立つかなって。確かに。わ、私のポケットにはいつも孫の写真が入っていますから。あ、そうなんですか。確かになんか孫のことをめちゃくちゃ可愛がってた印象があります。裁判長は爆弾なんて入れさせませんぞ。何せ孫の写真が入っているのですからね、と。ははは、そうですよね。もう一度法廷記録を見直してみるべきね。それではもう一度伺いましょう。もう一度選択肢をくれるという優しさ。ぬいぐるみに入っていたんですよ。もちろん分かっています。法廷記録をしっかり見ていますから。アウシケンジ、バカにしないでください。爆弾はこの凶悪な顔つきのゾウさんの中に。そう、これもね、これもね、確かにね、なんかいろいろあるというか、ぬいぐるまれていたんです。ぬいぐるまれていたんです。そうですね。くく、いいでしょう、よくできました。何こいつうざいって何こいつうざいってなる発言でした。ありがとうございます。爆弾は法廷で爆発した瞬間もぬいぐるみの中だったそうです。へへん、完璧、ズバッと答えちゃった。最初は緊張してたけど大丈夫。
私はやれる。自信持つのはね、大切ですから。確かにずっとぬいぐるまれておりました。結局どんな形の爆弾だったのか見ることができないままでした。しかしその凶悪な顔をした像がどう被告人と結びつくのですか。その答えはもう一つの証拠品にあります。何ですかな、これは。少々焦げているようですが、尻尾ですよ。哀れな爆発の被害者のね。ん？まさか各検事、各刑事には尻尾があったというのですか。尻尾があったんですか。違います。私の言っているのはこのぬいぐるみのことですよ。熱蔵くんなどというふざけた名前だとか。そう、熱蔵くんね。知っていますぞ。冤罪撲滅運動のマスコットキャラクターですな。その通り、決め台詞は、捏造しちゃうぞ、です。ひどいな。いろんな意味で。ひどいね。このぬいぐるみの尻尾は、表面がビニール製でしたね。その表面から出たのですよ。被告人の指紋が。はいはいはい。なんですって。熱蔵くんから出た本物の証拠、まさしく嘘から出た誠です。これで被告人が爆弾に触れたことが証明されました。これはどういうことなのか。そんなバカな、どうして忍の指紋が。これはね、ふむ、確かにこれは動かしがたい証拠です。証拠品として受理しましょう。熱蔵君の尻尾、爆弾が入っていたぬいぐるみの一部、被告人の指紋を検出。これはだから忍さんにも話を聞かないとダメですよね。被告人何か言うことありますか。私わかりません。私、弁護人いかがですか。この決定的な証拠に説明がつきますか。それはその ダメ、何も思いつかない。私が忍を守らないといけないのに。そうですよ。答えられないならばこのまま判決でも良いのですよ。そんな何か喋らなくちゃ。このままだと忍さんが、そんな声が出ない、こんな時に。これだからある意味ここねさん、そうですよね。そうここねさんもいろいろあるから乗り越えたはずなのに、私まだ戦えないの。これアニメーションもね、逆転裁判5からこういう感じでさ、反論の余地なしのようですな。意義あり。来た。あなたは。来てくれました。やっぱこれでしょう。ここねちゃん。遅くなっちゃってごめん、ほんとよ。なるほどさ、だいぶ遅れましたよ。いろいろ驚きくんから連絡を受けたんだ。
俺の代わりに木月さんを助けてあげてほしいって。ごめんなさい、悔しいけど私一人じゃ何もできませんでした。いやでもね、ちゃんとここまで時間を、そう引き伸ばしたというかね、耐えましたから、なるほどさんまでつなぎましたから。そんなことないさ、たった一人でよく耐えたよ、あんなひねくれ源氏相手で。ひねくれ源氏、嫌な源氏伝えてくれたよね、ちゃんと向こうにね。それはその功績はでかいよ。おかげで僕も合流できた。ここから形勢逆転だ。ははい。ほっほっほ、突然の登場とは。なるほどか、あなたにはいつも驚かされます。裁判長、阿内健二は早くも判決を求めましたが、まだ審理がなされていないことが多くあります。どうやってこの尻尾に被告人の指紋がついたのか、そもそもどうやって爆弾は爆発させられたのか、それらを明らかにしなければ公正な判決は下せません。ふむ、その通りですな。審理を続けます。よろしいですね、阿内健二。ククかまいませんよ。忍さんが心配ですね。森住さん、かなり辛そうだな。なるほどさん、忍の様子がおかしいんです。まるで法廷そのものを怖がっているみたいで。え、どういうこと。多分爆発に巻き込まれたことがトラウマになってるんだと思います。ここねさん、なんかそういうの分かるもんね。そうか、辛いのに頑張ってくれたんだね。裁判長、提案があります。できれば被告人を控え室で休ませたいのです。わかりました、被告人の体調のことは聞いています。特別に許可しましょう。忍は控え室で休んでいる、あとは私たちに任せてさ。うん、ごめんね、ありがとう。ケホケホ。なるほど、龍一、あなたに会うのを楽しみにしていましたぞ。因縁のお久しぶりです。くくく、引き死に勝る節穴ぶり、はじめましてでしょう。私は阿内文武。武文じゃない、あなたの永遠のライバル阿内武文の弟です。永遠のライバル。僕と阿内健二ってライバルだったっけ。初耳。初耳です。兄の受けた屈辱、私が晴らさせていただきます。なんだかめんどくさそうな人だな、兄弟揃って。くく、裁判長、検察側は続いて決定的な証人を用意しております。被告人がいかに法廷で爆弾を爆発させたかを証言できる証人です。わかりました。それでは次の証人を入廷させてください。まあ、森住忍さんを信じるのであれば、そんなことを言うやつは、ストッパチや。それでは証人、名前と職業。証人?名前、バラシマシンゴ。職業、機動隊の爆弾処理係。何ですか、この機械のような声は。キーボード入力イコール合成音声、私が話しているのと同じです。まるでロボットですね。普通に話せないのですか。話せます。じゃあ話せ、最初から話せるのかよ。でも話すのは嫌いです、非効率ですので。
やっぱり逆転裁判はね、こういうやつですよねこういうやつじゃなきゃ証人は。消費エネルギー話す打ち込み OK、 うむ、困った証人ですな。まあだからそういうやつですね。彼は今回の事件で爆弾の処理をし、爆発の現場にも立ち会っていました。爆弾処理係ということは、被害者とは仕事仲間だったのですか？いいえ、彼女とは今回の仕事で初めて会いました。警察組織は人数が多い、名前も知らない職員が大半です。しかし死体を発見した時はさすがに驚きました。死体を発見した？爆発の後、最初に現場に入ったのは私でした。安全を確保するためだったのですが、死体を発見してしまったのです。死体の第一発見者なのか。なるほどね。まずは爆発の瞬間の状況について証言してもらおうと思います。わかりました、証言をお願いします。しかしせめて顔だけは出して証言してください。出ましたね、爆発の時のこと。あの爆弾は私が解除し、証拠品として法廷に運んできました。爆弾の名前 HH3000 リモコン操作&次元式過去量対応。裁判を傍聴席から見ていた私は驚きました。爆弾の時計がカウントダウンを始めているのが見えたのです。はいはい。解除したはずの爆弾のスイッチが入れ直されていたのですか？その通りです。HH3000 の次元スイッチの起動は簡単です。1、コードをつないで再起動。2、次元スイッチを入れる。知ってさえいれば子供でもできる。弁護人、あなたにだってできますよ。なるほどさん、さりげなく子供扱いされましたね。それでは尋問を。ん？あれ？それは、証人、それは HH3000 爆弾なんですって。爆弾ひーぎゃー、証人、そんなもの早くしまってくださいどうしてそこに。解体完了、早。む、ご、5.3 秒。自己ベストまであと 0.2 秒です。脅かさないでください。HH3000 のコピー、同じものを再現。解体訓練用のダミー。爆発、ん？バツ、丸、解体。爆発した爆弾のコピーですか。こういう形の爆弾だったのですね。でもこの人はこういうことができる人ということなわけですよね。改定直前、証拠品の確認の時、撮られた写真を提出いたしましょう。高さ、横幅、奥行き25センチ、重さ 5.4kg、 完全に再現。なるほど、確かにそっくりですな。もうこの時点でやべえやつ加減はすごいですけれども、しかし爆発させる機能は再現できませんでした。とても珍しい仕組みの爆弾でね、口惜しいことです。証人、そこまで再現する必要はありませんぞ。はいはいはい、ちょっとすいません、お手洗い行ってきます。ちょっと速攻で。
戻ってきました。 HH3000 爆弾のデータを更新した。それでは弁護人尋問を終え、ちょっと待って、一応、まあ、更新されたやつを、はい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 、日月弁護士の姿が見えないようですが、ここね、ここねさん、ここねちゃん、もう出てきても大丈夫だよ。さあ、なるほどさん、早速やっちゃいましょう。ずいぶん怖かったんだね。何言ってるんですか。全然ですよ。怖かったよ。怖かったよって言ってるよ、モニター。あ、こら、モニター。いつもながら強がりがバレバレだよな。何するんでしたっけ。この時点でもね、もう、始まって冒頭ですけど、木月さんの人間性が、すごいよく出てるというか、尋問はするんだよ。ああ、尋問ですね、すみません。目が泳いでそう。本当に大丈夫か。ここねちゃんに尋問のやり方を確認してみようか。尋問は、でも、せっかくだから聞こうかな。尋問について聞く。ここねちゃん、尋問のやり方は分かってるかな。え、分かってますよ。馬鹿にしないでください。いいからいいから、おさらいしてみようか。任せてください。証言と法廷記録。この二つをよく見比べて、矛盾を探すんですよね。緑色の文字で表示されるのが証人の証言です。証言は右で次の証言に進めることができます。さらに左で前の証言に戻すこともできるんです。じっくりと証言を聞いて怪しい発言を見つけたら突きつけるで法廷記録を開くんです。法廷記録には証拠品のデータが記録されています。その中から怪しい発言と矛盾する証拠品を探して証拠品のデータを証言に突きつけるんです。暗いっつって、証言におかしいところがなかった場合は、そんな時は証人を揺さぶるんです。証言の矛盾や嘘を見つけ出してそれを立証する。それが尋問です。教えた通り分かってるみたいだね。おかげで僕も思い出せたよ。なるほどさんが思い出すためにこれはやったという。どうしても矛盾が見つけられなくて何回も間違えてしまったら私に相談してください。逆にここねちゃんに相談するでアピールしますから。相談するなんてあるんだ。あったんだね。怪しい証言があったら教えます。うん、どうしても困った時は力を借りるよ。あ、そっか、いざとなったらそれで。じゃあ尋問行ってみようか。さて、あなたがね、あれであることは分かってますから、こっちはね、爆発の時のこと、あの爆弾は私が解除し証拠品として法廷に運んできました。揺さぶりましょう。解除した、間違いないですか。間違いありません。この手で確かに解除しました。このように一瞬にしてね。いやいや、解除を通り越してバラバラにしてるじゃないですか。おっと、失礼。解除し忘れた可能性は、そんな初歩的なミスありえません。人間うっかりってことも、まあ人間にはあまり見えないけどさ。あなたは人間ですか。クックック、なるほど弁護士、資料によればちゃんと爆弾が解除されたことを係官が確認しているようですな。さすがに解除を忘れたってことはないか。
その爆弾について詳しく教えていただけますか。まあそこをでもね確認していかないとね。わかりました。爆弾の名前 HH3000、 リモコン操作&次元式両対応。大きさや重さはどのくらいだったのですか。寸法、W25×D25H25、重量 5.4kg。 写真にも書かれています。これですね、写真の裏側に書かれていますね。外装は厚み 8mm の合金製の板。どうやら重くて厚い鉄の塊のようですな。足の上に落っことしたら飛び上がりそうですね。飛び上がりますね、それね。足の上じゃなくても飛び上がるよ。爆弾なんか落としたらね。あ、ま、確かに。それは確かに。爆弾のことはよくわかりました。爆弾なんですもん。それであなたはその爆弾をどこから見ていたのですか。裁判を傍聴席から見ていた私は驚きました。驚きました。なぜ傍聴席にいたんですか。そもそもその日仕事は終わっていましたが、万が一に備えて見張っていました。排除されているとはいえ、火の暴力と書いて爆弾、危険なものであることに変わりありません。そうですよね、危険なものだったわけですから。結果的に素晴らしい心がけです。見習いたいものですな。爆弾解除の練習は毎日しております。早い、組み立ての練習もね。何回見せるねそれ。組み立ては練習する必要あるのか。私だって証拠品を突きつける練習は毎日してますよ。ほう、では証拠品を突きつけられる練習は。え、それはしていませんけど。まだまだですね。どちらもやらないとと。くっそー、なるほどさん、私今日からやりますから。証拠品突きつけ千本ノックお願いします。その必要ないと思うよ。いや、わからないけどね。それはわからないけれど、無駄に張り合わないでほしい。だからそれ別にやる必要あるかというところではあります、ね、それで傍聴席からはどんな様子が見えたのですか。爆弾の時計がカウントダウンを始めているのが見えたのです。爆弾の時計がカウントダウンを始めているのが見えたっていうのはちょっと気にかかるところではありますが、カウントダウンをしているのがはっきりと見えたのですか。これちょっと確認しますけれど、爆弾の小さな時計が傍聴席から見えるとは思いませんが、思えませんが、このゴーグルは小さなものも遠くのものもよく見えます。どれぐらいよく見えるんですか。私にはあなたが目と鼻の先にいるように見えています。なんだかいい気分じゃないな。それなら時計が見えてもおかしくないですね。いや、そうかな。僕にはちょっと気になることがあるけど。いくら見えると言っても。え、気になることですか。ぬいぐるまれていたという話を先ほど。爆弾は完全にぬいぐるまれていたはずだ。ただのぬいぐるみにしか見えないぐらいに。それでも見えたとは、どういうことでしょう。尋問は証拠品と、証言と証拠品を見比べて矛盾を探すんですよ。そうだね、まずは証言をよく聞くこと、そしてそれと関連する証拠品をよく見返すことがポイントだね。そう教えてくれてる。突きつけるで法廷記録を開いて証拠品を確認、証言との矛盾を見つけたらさらに突きつけるんです。今回の証言は爆弾が爆発した時のことだから、あのぬいぐるまれ爆弾の状態が、重要になってきそうですね。めっちゃ教えてくれる。ぬいぐるみに入っていて爆弾に見えなかった爆弾か。はい、見えたと言ってるんですよね。それでもね、
あ、間違えた間違えたわ。またすげえ説明してくれるけど、ごめん。これの、ここですね。カウントダウンを始めているのが見えたと言っておりますが、ぬいぐるまれていたんですよ。投資したんですか、その中を。爆弾のカウントダウンが見えた、確かですか。もちろんです。刻一刻とゼロへと近づく時計がはっきりと。バラシマさん、あなたは嘘をついている。何を言っているのですか。時計なんか見えるはずがないんですよ。だって爆弾はぬいぐるみの中に入っていたんですから。ぬいぐるまれていたんですから。バラシマさん、どうして爆発すると分かったんですか。時計は見えなかったはずなのに。うごい、なんかいろいろ言ってる。そんなバカ。確かにこれは矛盾しています。証人どうなのですか。うぐ、それはさすがなるほどさんです。いきなり矛盾を見つけちゃいました。ここねちゃん、証言に矛盾が生まれるとき、そこには必ず理由がある。嘘、隠し事、秘密、何かが隠されているんだ。矛盾を指摘していけばそれを暴くことができるってことですね。さて、バラシマさんは一体何を隠しているんだ。その動揺がすごいですね。そんな違う、あの、こんなはずじゃ。あ、そうです、思い出しました。音です。音で分かったのですよ。ほう、音というと、この爆弾は次元スイッチが入ると小さな時計の音がするのです。ピッピッピッピというカウントダウンの音が。なるほど、音ですか。それならばぬいぐるみに入っていても気がつけますな。ちょっとした勘違いでした、申し訳ない。まあ、だいぶな勘違いですけれどもね。よっぽど、なんですか、注目していて、そんな小さな音が傍聴席から聞こえたんですか。次元スイッチの音は私の仕事にとって重要な音。聞き逃さないようにいつも訓練しているのです。あなたは人間ですか。そんなの訓練でなんとかなるとは思えないのですが。なんだなんだ今度はなんだ。あなたは爆弾の解体を舐めているようですね。解体は命を懸けたミッションなのです。次元スイッチの音ぐらい聞こえなければ務まらない。なるほど、マグロの解体ショーとはわけが違う、お分かりでしょう。マグロの解体ショーもよくわかんないですけどね。そんなあんま見たことないし、見せたくて仕方がないって感じだけどな。さっきから聞いていれば音が小さい小さいと。小さいのは弁護人の器でしょう。疑り深い男は嫌われますぞ。そんなこと言われても本当だよね弁護士ってそういうあれだし。それとも音が聞こえなかった証拠でもあるのですかね。う、それは、う、限りなく怪しいけど、聞こえなかったという証明は難しいもんな。聞こえたと言うなら聞こえたっていう、ね、思うしかないですもんね。検察側の主張は分かりました。法廷に持ち込まれる以前に爆弾の再起動をした人物がいる。しかし、アウシ検事、なぜそれが被告人だと。バラシマさんが居合わせていたのですよ。居合わせた?被告人が爆弾を再起動したその瞬間に、ほう、気な臭くなってまいりました。なんと。裁判が始まる前、私と各刑事が爆弾を運んでいた時のことです。
再起動していたと、私たちは爆弾を弁護士の控え室に持っていきました。爆弾イコール証拠品、裁判の前に見ておきたいというのでね。そこに爆弾を狙って被告人がやってきたのです。森住忍さんが、確かにこのゲーム始めたばっかりでね、わかんないからね、まあ、この人はどういう人かわかんないから絶対違うとも言えないが、爆弾を再起動してリモコンスイッチを盗み出すために、リモコンスイッチ、そんなものが、爆弾を遠隔操作するリモコンスイッチです。事件以降行方不明になっているのです。行方不明、爆弾を起動させるためのもの、爆破事件の直前に盗まれて現在は行方不明。あ、だからこれで、これは私の失敗でもあります。そうですよね、爆弾とリモコンをケースの上に置いて弁護士と話している隙に爆弾を再起動され、リモコンスイッチを盗まれてしまったのです。いや、これはね、大変なことですよ。これは大変なミスです。被告人は法廷でリモコンを使って次元スイッチを入れたのです。どうして再起動が控え室で行われたと断言できるんですか。爆弾は厳重な運搬ケースに入れられていました。爆弾が外に出されたのは驚き弁護士の控え室だけなのです。チャンスはこの時しかなかったのです。バラシマさん以外がケースを開け爆弾を取り出した可能性もありえませんな。このケースは私専用なのです。ほら、ここに数字が書かれているでしょう。これは私の ID ナンバーなのです。ほう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 、ケースを開ける鍵も私しか持っていないのです。あなたしか持っていない。では、あなただったらあなただったらいろいろね、やれたということに。しかし、アウチ検事の主張は推測に過ぎません。被告人がリモコンスイッチを盗んだ証拠はない。盗んでいないという証拠もありません。被告人が爆弾に触ったという決定的な証拠はありますがね。あ、指紋うんぬんかんぬんね。うおー、まあ、その辺の話まだね、あんま深く詰めてないですよね。5分24秒23、弁護側の優勢はたった5分しか持ちませんでした。うぅ、こちらの手札が少なすぎる。向こうに指紋というカードがある限り圧倒的に不利だ。まあ、だから結局やっぱり忍さんから話を聞かないことには、指紋がねついてるって言ってたけど、そこんとこどうなんだっていうところでさ、ふむ、もう一度被告人から直接話を聞く必要があるようです。おっしゃる通りですな。被告人を召喚したいと思います。弁護人よろしいですかな。ちょっと心配なところではありますが、体調的に、森住さんの体調は心配だけど彼女の証言は必要だ。そうだね、彼女のためにも。でもここねちゃんは怒るかもな。感じてます、なるほどさんの感情。感情を読まれたか。コネさんはね、そういうのがわかる。大丈夫です。私もわかってます。忍の証言が必要なこと。また、彼女がいじめられるのはすっごく嫌です。やっぱり怒ってるか。でもいいんです。いざとなったら、私が守りますから。裁判長、弁護側も異論はありません。それでは私はここで失礼いたしましょう。あ、そうだ、なるほどさんでしたか。はい、なんでしょう。爆弾を解体するのが私の仕事ならば、
事件を解体するのがあなたの仕事。せいぜい頑張ってください。あなたがこの事件を解体できるか見ものですな。こいつやっぱり何か隠しているのか。それでは失礼。ちょっとこっちにもなんかね、挑発というかしてきましたね。係官、控室に行って被告人を呼んでくるように。余裕だな。あいつ。あ、忍さん、大丈夫ですか。忍、ココちゃん。うぅ、森泉さん、もう泣きそうになってるぞ。大丈夫かな。大丈夫だよ。私たちがついてるからね。うん。私、頑張るから。あなたは法廷に恨みを持っていた。だから法廷を爆破したのでしょう。違います。私は。何ですか？もしもーし、よく聞こえませんぞ。こいつ。私は何も。このケンジさん、怖いです。失礼な。こんなにも優しく、いびって差し上げているのに。いびってるじゃねえかよ。結局、いびってるんじゃないか。いびってることは自覚してるんだな。あなたは法廷を爆破するために、爆弾を再起動して爆発させた。そのために驚き弁護士の控室に行ったのではないですか？くぅ。あう。なるほどさ。あの剣士、殴ってもいいですか？許可しよう、ボコネさん。思いっきりやってやりなさい。待って、それはさすがにまずい。さすがにまずいみたいです。あの剣士は、被告人イビリに加えて、新人イビリの異名まであるんです。ねえ、終わってますよ、あいつ。殴ってもいいですか？ココネちゃんもよっぽどひどくいびられたんだ。私はどうでもいいんです。それより忍を助けてください。あの子の忍の心、悲鳴を上げてるんです。すごく、すごく怯えてる。彼女の特別な耳には聞こえてるみたいだ。森泉さんの心の声が。リモコンスイッチも盗み出して法廷で押した。そうでしょう。裁判長、やめさせてください。切腹しろ。お前は。アウチ検事は必要以上に被告人に圧力をかけています。確かに被告人は怯えているようです。アウチ検事、あくまで穏やかにお願いします。この上なく上品かつ柔和にして穏やかですと。私のいびり、そもそも上品で柔和な人は他人をいびったりしません。忍、負けないで。そんな熱にしたおじさんに。うココちゃん、ゼントルな私を捕まえて熱弁しとは人聞きが悪い。私はこう見えて週末にマナー講座を受講していましてね。あ、そうなんだ。マナー講座受講しろ。いわば週末紳士なのですぞ。女の子を怯えさせるなんて紳士として終わっています。週末紳士の間違いじゃないですか。終わってます。あなたは終わってます。なんだか趣旨がずれてきた。なんだ今の言い合いは。不毛な言い合いは。アウシケンジ、そのくらいでもういいでしょう。ええ、検察側の質問は以上です。証言に移りましょう。爆弾が爆発した時のことを証言していただきたい。大丈夫かな、忍さん。だいぶ、精神的ダメージをさ、アウチから、やられたから、爆発した時のこと。あの時私、ケホ、膨張してて、ケホケホ。爆弾が爆発。ケホ、ケホ、私の上に、瓦礫がケホケホ。
忍ぶ、苦しそう。思い出すのが辛いんだ。これだから、ね、その言葉だけじゃ判別がむずいという、思い出すのが辛い。まともに言葉を話すこともできていません。どうする?そうか。言葉を話せないならば、心の声を聞くしかない。今こそ彼女の力を借りる時だな。この、新キャラ、木月ここねさんの力。ここねちゃん、君の耳には聞こえているんだろう。彼女の心の叫びが。はい、聞こえています。心がきしむ音が。怖くて怖くて、今にも押しつぶされてしまいそう。怖いよね。この状況、怖いよね。ここねちゃんは特別な能力を持っている。彼女の特別な耳は、証人の心の声を聞き分ける。言葉には現れない感情を声のトーンから感じ取るんだ。すごいよな、それ。今は彼女の力にかけるしかない。森住さんの心の証言を聞いてあげてほしい。君が学んできた心理分析の力でね。心理分析。わかりました。やってみます。私はこういう時のために心理分析を学んできたんです。Let's do this. そのコンピューターが森住さんの感情を見せてくれるんだっけ。これがだから木月ここねさんのすごいところ。私の耳には忍の心の声、感情が聞こえています。私が今の証言から聞き取った感情とイメージ、この2つをコンピューターに入力して分析しますね。すごすぎんだろこれすごすぎるよな。感情が揺れ動いている証言では4つの感情マークが反応します。ただなんかすげえなんかいろんなところで苦戦してた印象初プレイの時は嬉しい、楽しい時は喜びマークが、怒ったり悔しい時は、怒りマークが、悲しい、恐ろしい時は、悲しいマークが、驚き、混乱してる時は驚きマークが反応します。はいはいはい。ここねちゃんの能力とそのコンピューターがあれば、証言について森住さんが感じている感情を僕も知ることができる。そういうことだ。はい。忍の声に不協和音、ノイズが混じっているんです。ほら、コンピューターもノイズを検知しています。ノイズレベル 100%。 ノイズで、ノイズがあるっていうのは証言と感情に矛盾が生じているから、矛盾を指摘していけばノイズが収まっていくはずです。さあ、森住さんの心の証言を聞くんだ。あの時、あたし、ケホ。はい。反応はない。膨張してて、ケホ、ケホ。爆弾が爆発、ケホ。驚きですよね。驚きの感情。まあ、確かに驚くよな。ケホ、あたしの上に。瓦礫が、ケホ、ケホ。驚きがすごいのはわかるんですけど、ちょっとかすかに喜びが反応してるというところよな。これはおかしいと。忍の証言と感情が見えてきました。これが彼女の力か。それに証言と矛盾しているおかしな感情がありました。え、もう分かった。でもこの感情がまたさ、どんどん苦
癖者になっていくというかさ、ほら瓦礫が落ちてきた時に喜びの感情が出ています。おかしいね。あ、確かにおかしいね。このがれきが落ちてきてっていうその言葉だけで言ったらやばい状況下なのに、でも驚きの感じ、驚きじゃない、喜びの感情、この矛盾した感情には何か理由があるはずです。おかしな感情を見つけた時は突き止めるパネルにタッチして感情マークの中からおかしな感情を指摘しましょう。突き止めるでこれですね。喜び、瓦礫が降ってきた時に喜びの感情が出て、おかしい、この矛盾した感情には何か理由があるはずだ。森泉さん、瓦礫が落ちてきた時何か嬉しいことがあったの？どういうことなの？そんな危険な状況下で？え？警報。なるほどさん、忍の心に喜びの感情が広がっていきます。この話を聞いていけば気持ちを落ち着かせられるかもしれません。よし、詳しく話を聞いてみよう。そんな状況下で喜びを感じちゃうやばいやつってわけじゃないわけですよね。その時にそういうことがあったで、あの警報、もう少しで法廷から逃げ出せるって時に爆弾が爆発したんです。私びっくりして転んじゃって、だからすごい驚きのね感情が、そこに瓦礫が落ちてきて死んじゃうってそう思った。でもその時驚きさんが私を助けてくれたんです。すごい塗ってる、すごい勢いで、すごい塗ってます、編んでますあって、編んでますね、縫ってるというか編んでますね、マフラー。驚き先輩が、うん、自分の体で瓦礫を受け止めてくれて、すごい長さのものが出来上がろうとしてるぞ、これすごい長さのものがさ、驚きくんが自分の身を挺して守った。驚きくんの怪我はその時のものだったのか。なるほどね。忍、どう？驚き先輩のこと話してたら勇気が出てきたんじゃない？うん、驚きさんは赤く燃える太陽のような人だから、私も木が、光合成するみたいに元気をもらえる気がするの。これね、だから森泉忍さんがどうして驚きさんに対してこういう感情を抱いているかっていうのも、まあ、後々わかる感じですよね。ほら、いつの間にか咳も収まってきたでしょ。あ、ありがとう、ココちゃん。まだでも 50% ありますね。どうやら新たな証言を引き出すことができたみたいだね。へへ、ざっとこんなもんですよ。でも、まだ消えていないんです、忍の心のノイズ。え？まだ何か隠されているものがあるってことなのか。新しい情報を入力してアップデートしますから。続けて忍の心の証言を聞いていきましょう。おかしな感情を見つけたら突き止める、ボタンだったね。はい。感情マークの中からおかしな感情を指摘しましょう。把握しました。心のノイズの理由が分かれば、そこから新たな証言が引き出されるはずです。さあ、またいろいろ。私、逃げるの、遅くて。逃げる前に爆弾が爆発しちゃったの、驚き。びっくりして、転んだところに瓦礫が、もうダメかと思ったら、ここでアップデート入りました。驚きさんが助けに来てくれたんです。はい。まあ、驚きと喜びすごいありますね。ただ、悲しい
だっけあれ。悲しい、怖い。悲しいか。驚きくんに助けられたとき、嬉しかったんだよね。すごい喜びがさ、感情があったのは分かったんだけど、それと同時に、悲しみが、はい、すごく嬉しかったです。すごいよく分かる、その感情は。伝わってくるわ。ものすごい長いのが下に出来上がって。でも、何か悲しいこともあったんじゃないかな。え？だって、森泉さん。助けられたことを話すときに、少しだけ悲しさを感じているよ。あ、それ、きっと、冤罪くんのことだと思います。はいはいはい。冤罪くん、また出てきましたね。新しいのが。捏造くんはさっき聞きましたけど、冤罪くん、またなんか出てきた。はい、私冤罪くんのぬいぐるみと一緒に傍聴してたんです。冤罪くんは捏造くんの兄弟なんですよ。まさか流行ってるのか、そのぬいぐるみのシリーズ。捏造に冤罪、ひどいですよね、いろいろね。私冤罪くんと一緒に傍聴してたの。そういうの良くないよねっていうぬいぐるみですかね。逃げる途中で落としてしまったことに気づいたんです。落とした、かわいそうな冤罪くん、爆発に巻き込まれてしまったんです。あ、そうだ、このポスターを見てください。冤罪やめてください。本当ですよ、捏造によってね、捏造による冤罪。兄弟なのか本当に兄弟なのか本当にって感じですけどね。冤罪の撲滅運動のポスター、この子が冤罪くんです。泣いてます。捏造くんとも共演してるみたいだな。でもゾウとサイの兄弟はちょっと無理があるんじゃ。なるほどさ、忍の心のノイズが聞こえなくなりました。あ、ということは落ち着いたという。じゃあこれで証言が完成したってことになるのかな。はい、新しい情報を入力して完成です。さあ、なるほどさ、新たな証言は役に立ちそうですか。いや、これがだから、この新たにね、これ知ったことによって、さっきまで言われてたことのね、こととの整合性が、ああ、それはもうね、爆弾が爆発した時、冤罪くんが法廷にいた。それが分かったことで、あの証拠品の意味が変わる。突きつけてやるんだ、あの証言に。まあ、指紋があったという風にね、言われていますけれども、指紋があったって言われてんのが、この捏造くんの尻尾、捏造くんの尻尾なのか果たしてというところよね。そこにはだって同じようにぬいぐるみがあったわけだから、冤罪くんと一緒に傍聴してたら逃げ遅れてしまって、まあだからここか、ここが大事か、ある意味。冤罪くんと一緒に傍聴してて、それがね、だから落としてしまったと。まあだから被告人の指紋があったと言うけれども、それって冤罪くんの尻尾なんじゃねえのというね。森泉さん、辛いのによく頑張ったね。でももう大丈夫、やっぱり君は無実だ。合点がいってよ、これでね。弁護人、どういうことですか。指紋があったとは言いますが、混同されていたんですよ、二つのぬいぐるみがね。被告人の指紋が残っていた尻尾は冤罪くんのものだった。まあそれはね、だって一緒にこう、あ、
抱えてたわけですから、しのぶさんはもともとそれを。それは指紋もつきますわ。爆弾の入っていた捏造くんのものではなかったのです。意味あり。これで納得です。は、何を言っている。同じぬいぐるみと言っても全く別のキャラクターではないですか。別ですね。ゾウとサイ、弁護士と検事ぐらい違います。果たしてそうでしょうか。尻尾の部分ですよ、あくまでも。弁護士と検事も同じ法を守るものだと思いますが、違いますかね。ゾウとサイだって結構似てますよ。似てますか。全体的に灰色なところとか似てますか。あんまよくわかんないですけど、決定的な証拠はこのポスターの中にあります、この部分を見れば混同された理由は明らかです、だからつまりこの部分ですよね。ここ、待って、ここだ。これは全く同じ形ではないですか。そうですよね、その通りです。2つのキャラクターは全く別の動物をモチーフにしています。しかし問題の尻尾だけは全く同じデザインなのです。使い回されています。ギャー神が飛んだ。静粛に静粛に。今飛びました。この尻尾が冤罪くんのものである、可能性がある以上、被告人が爆弾に触ったことを示す決定的な証拠は崩れました。このままでは被告人の罪を問うことはできません。そうですね、青石検事。その通りです。やった、すごいすごいです。大逆転ですよ。やっぱこうでなきゃね。逆転裁判、うん、なんとかしのいだ。どうやら本日の審理はこれまでのようですね。青石検事、さらなる調査をお願いします。了解しました。それでは本日の審理はここまで。これにて閉廷します。いやー、やってやりましたね。12月17日午前11時56分、地方裁判所、被告人第5控室。やりましたね、なるほどさ。いつも通り、ギリギリでしたけど。まあ、ギリギリだったかな。まあでも、あのね、証言を引き出せたのは、ここね、ちゃんとあの、心理分析。あれのおかげでしたね。すごいですよね、やっぱり。いつも通りでどういう意味だよ。ありがとうございます。森住さんもよく、頑張ったね。よく耐えてくれたよ。忍が最後に勇気を出してくれたおかげでなんとか逆転することができたんだから。勇気をくれたのはココちゃん。えへへ、ありがとう。なるほどさん、私少しはお役に立てましたか。なんかデローンとしてますけれども、可愛らしいですよね、このね、モーション。もちろん、君の力がなかったらきっと追い詰められていたさ。すげえよ、あれはやっぱり。改めて見て思ったけど、よかった。私、まだまだ新米ですけど、頑張りますから。まあ、みんなそれぞれすごいよね。なるほどさんも、すごいんですけど、力もありますし。ね、ココネさんもそうだし、驚きさんも、それぞれ、すごいからな。なるほどさんの相棒として認めてもらえるように。うん、期待してるよ。人の心の謎を解く力、心理分析か。この子の力にはまだまだ可能性を感じるな。あれ？そういえば、驚き先輩は？そういえば、すっかり忘れてたな。大丈夫。大丈夫じゃない状態の驚きさんです、今は。まだ控室にいるんだろうと思ってたんだけど、あ、もしかしたらまだ第4法廷にいるのかも。
第4法廷どうして法廷爆破の現場に。まあだからもう自分だけ休んではいられないっつってね、控室で休めるとき、私冤罪くんの話をしたんです。爆発の時に第4法廷で落としたって。そしたら驚きさん、落とした場所に心当たりがあるって一緒についてきてくれた。優しいですね。へえ、驚き先輩優しいところあるんだな。第5法廷に来る前に一緒に探しに行ったのかい。はい、休んだおかげで具合も良くなったので探しに行けました。その後私は第5法廷に呼ばれたんですけど、驚きさんがどうしても一人で残るって。あんな怪我してるのによくやりますね。驚きさん何かに気づいたみたいでした。何かに気づいた。君を助けるための証拠品を探すって言ってたんです。もしかして何か証拠品を見つけたのか。とにかく第4法廷に呼びに行きましょうよ。そうだね、そうだね。12月17日午後12時11分、地方裁判所第4法廷。まだまだこれからですからね。驚きさんにも頑張ってもらわにゃいかんからね。驚き先輩、裁判終わりましたよ。驚き先輩、嘘。驚きさん、なんだと。まさかのね、続く。まさかの驚きさん死すという。ね、前編でしたね。12月18日午前9時34分、地方裁判所被告人第5控室。なんたることだ、こんな気持ちで2日目の裁判に臨むことになるなんて。昨日の裁判が終わった時には思いもしなかった。驚きさんが、おはよう。いや、そりゃこんな空気をね、そりゃどういうことなんだというところですけれども、今日は空気が重いな。無理もないか。あ、そうだ、なるほどさん、今朝の新聞読みました。え？なんだよ、いきなり。読んでないけど。じゃあ、あのニュースも知らないんですか？これ、あ、そうか、これそうだよね。ちゃんとこう、モニターのさ、感情がそこに出るんだよね。あのモニターのあれに、感情がこの、ここねさんの、ついに出たんですって、なんと、雪山に雪男が。どんな新聞読んでるんだよ。いや、場の空気をね、和ませようとしてるわけですよね。忍の住んでる森にも出るかもしれないよ。気をつけないと、ね。いやー、でも本当に驚きましたよ。雪男、まだその話の続きを。驚き？え？あたしのせいで、驚きさんが、忍ぶ、ごめんね。昨日、僕たちが見つけたのは、幸いなことに、驚きくんの死体ではなかった。よかった。
そこが何よりですよね、本当に。彼は何者かに頭を投げられて気絶していた。すぐに病院に運ばれたが、命に別状はないらしい。それでも、ショックだよな、あんな現場に立ち会ったら。そんな弾じゃねえよな。驚きさん。ここねちゃん、森泉さんは大丈夫かい？なんとか泣き止んでくれたので、向こうのソファーに寝かせてきました。いや、あれはビビるよな、でもさ。倒れててさ、血も、あったしさ。彼女、責任を感じているみたいだね。忍、かわいそう。驚き先輩が、襲われたの。彼女の探し物を手伝ったせいだと思っているみたいです。そうか。無理もないか。驚きさんはあそこで何者かに襲われた。誰が何のために。ところで、ここねちゃん、君は大丈夫なの？え？彼女の心配ばかりしてるけど君だって。大丈夫ですよ。そりゃショックですけど。全然平気です。こういう時に心理分析を学んでいる人は強いんですよ。ここねちゃん、でも自分の感情だってコントロールできるんですから。ここねちゃん、モニターがさ、そんなに簡単じゃないと思うけど。強い子だな。そうだね。驚きくんは何も覚えていないんだっけ？はい。殴られる直前のことが思い出せないみたいです。自分が第四法廷で何をしていたのか、自分を襲った犯人は誰なのかも、思い出せない。頭を殴られたせいだろうってお医者さんが言ってました。法廷で殴られて記憶喪失か。まあ、そういうこともあるよな。なるほどさんも経験者ですからね。確かに。まあそういうことはあるよな。そのまま法廷にね、立つこともあったりするからな。でも本当に一体誰があんなこと。驚き先輩を襲うなんて私許せません。ここねちゃん、もうすぐ裁判が始まる。とにかく今は裁判に集中しよう。僕だって気になるけどさ。まあ確かに、まだ裁判のあれ終わってないですからね。そうですね。まずは、忍の無罪判決を勝ち取ってからです。うん。その息だ。さてと。改定前に法廷記録をもう一度確認しておこう。確か証拠品が、証拠品が6個以上になったら、ページ切り替えて見る必要があるんだったな。ああ、はいはい、なるほどね。こうやって切り替えて見るんだよと。うんうん。なるほどね。なるほどさん。私はいつでも準備 OK ですよ。それじゃあ、行こうか。いざ、法廷へ。はい。いろいろ起こってはいますけれどね。確かに裁判に集中しないと。驚きくんのことがあったから満足な調査はできていない。でも、負けるわけにはいかない。驚きくんのためにも、森泉さんを守るんだ。当日、午前9時50分、地方裁判所第5法廷。裁判2日目、開廷。もともと驚きさんの担当のね、裁判なわけですから、これより森泉忍の法廷を改定します。検察側は準備完了しております。弁護側は準備完了しています。さて、検察側にはさらなる調査をお願いしていましたが、問題のリモコンスイッチは見つかりましたか？あ、言ってたやつなくなったっていう話でね。それがリモコンスイッチは未だ行方不明なのです。
む、それは困りましたな。も、申し訳ございません。閉めた。どうやら検察側も準備が万全ではないみたいです。リモコンスイッチ見つかってないっていうのはね、確かに危うい。ですから今日の法廷では別のことを審理したいと思います。別のことと言いますと、昨日の裁判中新たな事件が起きたことをご存知でしょうか。崩壊した第四法廷で驚き弁護士が襲われた事件です。はい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 。どうして驚きくんの話が出てくるんだ。そこ、痛ましいことですな。あの元気な弁護士くんが。確かに襲われた時、驚き弁護士は一人ではなかった。被告人森住忍と一緒だったのです。まさか青内さん、あなた、まさか。検察側は驚き弁護士襲撃の容疑で被告人を起訴します。まさかそんなことを言うてくるとはね。静粛に静粛に。あの森住忍さんが驚きさんにそんなことをするわけがないでしょうという。青内検事、今審理しているのはあくまで法廷爆破事件です。驚き弁護士が襲われた事件は本法廷とは無関係なのでは。検察は驚き弁護士襲撃と本件にはつながりがあると考えます。考えてみてください。現場は同じ第四法廷でした。驚き弁護士が倒れていたのは第四法廷のこの場所、各刑事の死体発見現場の近くです。なるほど。近いですね、確かに。なぜ驚き弁護士は襲われなければならなかったのか。襲われた理由ですか。一体何だというのですか。被告人と一緒の時、彼は見つけてしまったのではないでしょうか。被告人が爆破の犯人である証拠を。なんです。だから被告人は落ちている瓦礫を拾って驚き弁護士の後頭部を殴打した。その口を封じるために。忍がそんなことするわけないじゃないですか。まあまあまあ、そうだよね。こちらとしてはもうそうですよね。驚き先輩が怪我してあんなに悲しんでいるのに。弁護人、落ち着いてください。ただまあ確かにね、こちらはその森住忍さんを知ってるからそんなことをするわけないと、驚きさんに。ただそれだけじゃ証明できない。検察側は驚き弁護士襲撃を審理することで法廷爆破事件の真相に近づくことができると考えます。わかりました。驚き弁護士の襲撃について審理を行いましょう。大変なことになってきたぞ。ただまあでも関係してる、それが事件に関係してるというところで言うと、まあ、言われてみたらそう思うよね。でも確かに昨日驚きさん何かに気づいたみたいでした。何かに気づいた。君を助けるための証拠品を探すって言ってたんです。それで襲われたわけだから、やはりこの2つの事件はつながっているのか。まずは被告人の話を聞いてみたいと思います。それでは被告人を入廷させてください。その話でね、忍さんに来てもらうっていうのもあれなんですけれどね。ちょっと すみません、咳が。森住さん、驚きくんのことでだいぶ参っているみたいだな。被告人、あなたは驚き弁護士と崩壊した第四法廷に行きましたね。確かに行きはしたけれども。はい。それではその時のことを証言していただきましょう。
驚きと二人きりの時。昨日の裁判中に私発作が出てしまいました。驚きさんがついていてくれて、二人で崩壊した法廷に行ったんです。でも私は証言をするためにまたこっちの法廷に。驚きさんはどうしても崩壊した法廷に残るって言って、あんな優しい人襲ったりするわけがないです。そうだよね。驚き弁護士は具合の悪い被告人に付き添っていた。感心な青年ですな。大声だけが取り柄かと思っていましたが大声だけが取り柄という認識だったんですか。驚き先輩はああ見えて優しいところがあるんです。ああ見えては余計だけどね。そう見えてる。大声だけの人って思ってる。しかしなぜ驚き弁護士は一人で残ったのでしょうか。驚きさんは何かに気づいたみたいでした。何かとは、法廷爆破事件に関する何かです。なんと驚き弁護士は事件の証拠を見つけたのですか。もう何か見つけた可能性は高い。はい、その証拠を探すって言って一人残ったんです。意味あり。やはり思った通り二つの事件にはつながりがあったようですな。しかし裁判長、心を許してはいけませんぞ。どういうことですかな。証拠を探すといった驚き弁護士に被告人は襲いかかったのですよ。それはそちらの主張ね。彼の見つけた証拠を隠滅するためにね。決めつけないでくださいよ。そんなことしてないのに。被告人は驚き弁護士の優しさを裏切った。そのことを示す決定的な証拠が現場に残されていました。何ですかその写真は。忍ぶ忍ぶ、これは見えますか。驚き弁護士の右手の先、彼の残したメッセージが。これは血文字ではないですか。忍ぶ。なんで忍ぶって言うならひらがなでよくない。なんで文字数めっちゃ多い。おかしいじゃん。なんでこう急にアルファベットでさ、3文字で終わるやん。忍ぶ。すっごい長くさ、書いたの。ローマ字で読むと、しもぶ。いいえ、忍ぶです。裁判長。え？驚き弁護士は犯人の名前を書き残していたのです。ワールドワイドな書き方。そんな。驚きさんが私を。なるほどさん、何なんですかあの失礼な血文字は。失礼、そのちょっとよくわからないですけど、その文句は驚きくんに言ってくれよ。昨日僕たちが驚きくんを見つけた時、驚きくん、嘘、キャー。そこまでは僕たちが驚きくんに駆け寄る間もなく、ここねちゃんの悲鳴を聞いて集まった係官が現場を確保した。そこまでは確認できてなかったという。こちらはその後は驚きくんにずっと付き添っていたから、現場の捜査は警察に任せるしかなかった。まさかあんな血文字が残されているなんて。それでは弁護人に尋問をお願いしましょう。まあでもただね、ただ本当に忍さんとしては驚きと二人きりの時、昨日の裁判所に私発作が出てしまいました。緊張すると発作が出てしまうんだよ。はい、ケホ。なるほどくん、むやみに揺さぶって被告人を緊張させないように。あ、むしろこちらのせいで、普通に聞いただけなのに怒られてしまった。
雑談で心を落ち着かせながら尋問していきましょう。これは落ち着かせるために雑談ですよ。ほら、趣味の話とか恋愛の話とかそういうことでいいのか。恋愛の話、趣味の話に恋愛の話。驚きさんがついていてくれて、二人で崩壊した法廷に行ったんです。そっか、驚きさん優しいね。そもそもどうして崩壊した法廷なんかに行ったのかな。私の発作の薬を探しに行ったんです。薬？薬、どうしてそんなものが崩壊した法廷に。法廷が爆発した時に落としてしまったんです。発作の薬の入った冤罪くんのぬいぐるみを。あ、そうか、そういうことだったっけ。薬を探しに、それは大変だもんね。あのぬいぐるみは中に物が入れられるようになってて、捏造くんの方では爆弾が入っていた場所のことだな。爆弾を入れる人もいれば薬を入れる人もいるという。私はそこに発作の薬を入れていました。それを話したら驚きさんが一緒に探してくれるって。瓦礫がたくさんあって心配だったんですけれど、証言台の手前は瓦礫も何もなくて広く空いていたから、驚きさんは颯爽と証言台まで歩いて行って、はい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 、何かありますけどね。何かがある。冤罪くんを探し始めてくれたんです。あんな大怪我をしているのに私のために、本当に森の木々のように優しくて力強い方です。あ、だいぶ落ち着いてくれてますね。だいぶいつもの忍さんです。彼女の話を聞いていると驚きくんがやたらとかっこよく思えてくるな。かっこいいじゃないですか。何を言ってるんですか。かっこいいです、もともと驚きさんは。なるほど、それが崩壊した法廷に行った理由なのです。重要な事実だと考えます。証言に加えていただきましょう。瓦礫も何もない証言台の近くから冤罪くんを探し始めました。そんなバーンで叩いたらびっくりしますよね。証言台の近くを探した、間違いないですか。すみません、私いけないこと言っちゃいましたか。いや、それはもうびっくりしますよね。ただこちらもはっきりそこはさせておきたいところ。あ、いや、そういうわけじゃないんだけど、やっぱ叩かずにはいられないんだよね。やりにくい、いつものこの揺さぶるの感じで言ったらさ。はい、私たちは確かに証言台の近くから探し始めました。そこは間違いない。でも私は証言をするためにまたこっちの法廷に。バラシマさんの後に証言をした時のことだね。あの時崩壊した法廷に係官の方が来てここに戻ってきました。驚きくんはそのまま崩壊した法廷に残った。驚きさんはどうしても崩壊した法廷に残るって言って。驚きくんのことを直接聞くとまずいかもな。よし、ここは雑談で気分を落ち着かせてみよう。雑談だ。森住さんの趣味を教えてくれるかな。ここねさんに言われた通り、趣味の話。え、私の趣味ですか。野菜を作るのは好きですけど。あ、編み物も好きなんです。この服も自分で作ったんですよ。すごいですよね。そんなことができるなんて。なるほどさん、いい感じです。この調子で恋愛トーク行ってみましょう。
好きな人とかいるのかな。不自然じゃない。不自然だよね、この状況下の中、好きな人とかいるのかなって聞くのは。意味あり。よくぞ言ってくれた、アウチさん。弁護人、その質問は事件と関係あるのですから。事件との関係は、ありませんよ。なかったです。すいません。弁護人、事件と無関係な質問はしないように。すみません。怒られちゃったじゃないか。そもそもその話をしたとしても向こうも動揺してたよね。クックック、証言を続けていただきましょう。あなたが驚き弁護士を襲った時のことをね。あんな優しい人、襲ったりするわけがないでしょうが。あうち目が全く優しいですか。ええ、とっても私を助けてくれて、太陽のように暖かくて元気を与えてくれます。暑苦しいだけだと思うけど。まあ、見方によってこうも変わるんですね。でも驚きさんは、うわー、全部私のせい。しのぶ、驚き先輩なら大丈夫だよ。だって驚き先輩だよ。ほら、太陽は簡単に落ちたりはしないから。そうかな。くっくくくく、太陽も夜には沈みますからね。またでも出てくるじゃねえかよ。何言ってんだ。じゃあ驚きさんも、うわーん。青木検事、女の子を泣かすとは感心しませんぞ。まったく、何が週末紳士だか。グググ。驚き先輩、忍を手伝ってあげてたんです。いいとこあるじゃないですか。瓦礫が積み上がってたから簡単じゃなかっただろうに。ん？驚き先輩の行動になんだか違和感が。森住さんの言ってることをよく考えると少しおかしいんだ。法廷はいつもの状態じゃなかったんだからね。でもどうしてこんな矛盾が生まれるんだ。確かにちょっとおかしい。とにかくあの証拠品を突きつけてみるか。はい、発作が出てしまいまして、驚きさんがついてくれて二人で崩壊した法廷に行った。瓦礫も何もない証言台の近くから冤罪君を探し始めたと言っているけれども、このね、正面図見ると何もない、瓦礫も何もない証言台の近くからって言ってるけど、なんかありますよね。どういうことなのかな。忍さん、驚きくんは最初に証言台の近くから探し始めたの。ええ、法廷に入ってすぐ証言台まで歩いて行って、勇敢でその、とても、けほ、すてけ、ほ、きで、おかしいですね。驚きくんにそんなことができたはずはないんですよ。そんなことありません。驚きさんはああ見えてとても勇気のある方なんですよ。そこを否定するつもりはないよ。ああ見えては余計だけどね。ここねさんも言ってたけど、そういう感じで。驚きくんじゃなくてもできなかったはずなんだ。どういうことですか？上面図を見てください。この状態で法廷に入ってすぐに証言台に近づけますか？何かありますねと。あ、確かにこれでは瓦礫が邪魔で証言台に近づけません。ふっ、だからどうしたというのです。そんな小さな矛盾、証人のちょっとした記憶違いでしょう。ちょっとしたですかね。う、確かにだからどうしたと言われちゃうと辛いんだけど、重箱の隅をつつくようなツッコミばかり、男らしくありませんな。まあ弁護人の場合はいつものことですが、ただ忍さんが見たときはそんなことじゃなかったということになるんじゃないんですかね。それがどういうことになるのか、余計なお世話だよ。
ふむ、本当に証言台に近づくことができなかったのか。正面図だけでは現場の様子がわかりませんね。青木検事、現場を写した他の写真はないのですか？あ、それ見たいですね。こちらちゃんと見れてませんから、まだ。お待ちください。もう一枚ありました。これです。先ほどのものよりも、少し引きになった写真ですか。はいはいはい、なるほど。あの、茶色いのが証言台で、その前になんかありますね、と。その前にあるこれが、あの、証言台の前に写ってるやつね。何かありますね、と。あれ？瓦礫に混じってる鉄の塊は？これってバラシマさんの爆弾運搬ケースですよね。これですね。爆弾運搬ケース。バラシマさんと各刑事が爆弾を運んでいた。鍵はバラシマさんが所持。その通りですが、何か問題がありますかね。爆弾ケースは爆弾が爆発した時第4法廷にありましたからな。その時から置いたままになっているのでしょう。あ、そっか。忍さんが何かに気づいた。森泉さん、何か思い出したの？はい。今気づいたんですけど、位置が変わっているんです。位置が変わっている。位置、何の位置ですか？この大きな鉄の塊。爆弾運搬ケースかい？ええ。驚きさんと一緒に行った時は別の場所にありました。なるほど。証言台の前に何もなかったから、すぐに近づけたんです。もともとじゃあ、ここにはなかった。じゃあその時運搬ケースはどこにあったのかな？確か、もっと右の方だったような。右？その場所ってもしかして。もしも、犯行当時ここにケースがあったならば、ケースの位置が違っていたからどうしたというのです。事件とは何の関係もと。言いましたね、今ね。爆弾ケースがあった場所には、事件との大きな関わりがあります。もっと右にあったらどういうことになるのか。あなたには、お分かりにならないようだ。検察側の主張をひっくり返すほどの重要な意味が。なんだと。ほほう、それは興味深い。弁護人、爆弾ケースはどこにあったというのですか？これが、現場写真に写っている現場の状況です。ここから犯行当時の状況を再現してみましょう。爆弾運搬ケースが犯行当時にあった場所。まあだからもっと右にと言ってましたね。もっと右にって言ったらもうあそこしかないですから。まあこの辺りですよね。この辺りになりますよね。裁判所、犯行当時ケースはここにあったのです。これはそんなバカな森泉さん、君が見たケースの場所はここじゃなかったから。まあここしかないですよね、空きスペースが。あ、確かにこの場所にありました。ありがとう。皆さん、もうお分かりですね。爆弾運搬ケースで血文字が隠れてしまいましたぞ。その通りです。犯行当時、ここに爆弾運搬ケースがあったならば、血文字を残したくてもケースが邪魔で書けなかった。
あの血文字を驚きくんが残せたはずがないのです。ケースが移動してるというのは被告人がそう証言しているだけ。嘘に決まっている。嘘？これ嘘？ケースが犯行後に動かされたことを示しているの。被告人の証言だけではありません。なんですか？そんなものがどこに？あのさっきの写真を見ると、写真見ると、なんか思いっきりね、車輪が通った跡的なのがあるんですよね。だから驚きさんの包帯のところに汚れがねついてるんですよね。なんですよ、そんなものがどこに写っているんですよ、この現場写真の中にね。それは興味深いですね。それでは示していただきましょう。ケースの移動が犯行後に行われたことを示す証拠とは。これだからここでしょ、驚きくんの包帯についたこの跡を見てください。何ですかな、この跡は。車輪が通った跡でしょう。爆弾運搬ケースのキャスターの跡です。これはキャスターが移動するとき包帯を踏んだことを示している。だから倒れている状態から移動させてんだよね。驚きさんがそこに倒れて包帯がそういう風になりますの後に移動させられてるから、つまり驚きくんが倒れた時ケースは包帯よりも右側にあった。そして驚きくんが倒れた後にケースが移動されたことは明らかです。なんですと？森住さんの証言通り、犯行時ケースは血文字の場所にあった。つまり驚き弁護士に血文字を残すのは不可能だったのです。そんな、やりましたね。なるほどさん、すごくハラハラしましたけど、だからそうなってくると、うん、これで検察側の主張はバラバラに崩れたはずだよ。静粛に静粛に、弁護人、見事な推理でした、ね、いやいや、それほどでもあるけど。なるほどさん、本心が顔に出ちゃってますよ。心理分析するまでもなく、グー。弁護人、一つだけ疑問があるのですが、伺っても。どうぞどうぞ。驚き弁護士が残したものではないとすると、この血文字を残したのは誰なのでしょうか。驚きさんじゃないのなら、ないのなら、え？もともとだからそのケースがそこにはあったわけですよね。あ、それはまずい。そこまでは考えてなかったぞ。噂には聞いていましたが、元気を取り戻したな、アウチ文武。これがなるほど龍一お得意のハッタリというやつですか。この感覚、なんだかとても懐かしい感じがします。この感じ、弁護人がハッタリで一時代を築いたあの頃のようですな。ハッタリで築いてたんですか。そんな感じでしたっけ。それだけ聞くとただの詐欺師みたいですね。あれだけ自信満々で主張したのです。はっきり答えをいただけるのでしょうね。
自分だって裁判長の一言で気づいたくせに。これは、まあ、誰がの血文字をってところですよね。なるほどさん、どうしましょう。くはったりを通り越して行き当たりばったりでないといいですが、どうする、考えろ。行き当たりばったりだけど考えろ。これが突破口になるはず。なんとかして真相への道をこじ開けるんだ。この間にすごい考える。はったりしてすごい考える。あの血文字を書いたのは誰なのか。犯人、驚き、それ以外、まあでも驚きさんじゃないですよね。犯人、それ以外、それ以外、驚きくん以外に血文字を書いた可能性のある人物は、あそこで事件ありましたもんね。となると各穂積刑事、正直確証はないけれど、ここまで来たら前に進むしかない。驚きくんと同じ現場で血を流した人がもう一人いました。もう一人というのはまさか、そのまさかです。この血文字は各穂積さんが残したものではないでしょうか。なんですと。各さんが、まあ、血文字残すっていう状況下の人、驚きさん以外だったらその人ですかね、というね。大丈夫なんですか、なるほどさん。さあ何をバカなことを。他にいますかと。犯人が嘘の血文字を残したと考えるならばまだわかるが、確かに普通に考えればそうですよ。でも驚きくんの血足りないと思うんですよ。血文字を書くにはあんな書けないよねってところ。確かに写真で見ても血が少ないのは明らかですね。確かに驚き弁護士は生きている。軽傷だったということでしょう。かといって各刑事がどうして被告人の名前を書き残すのですか。その辺はよくわからないですよね。二人には全くつながりがないのですよ。被害者の方とも全く面識が。確かに調査の結果、被告人と被害者に接点はありませんでした。まあ、ないでしょうね。お互い顔も知らなかったはずです。だからあれは、つまり、森泉忍さんのことを表している血文字ではないという。確かに。じゃあ、血文字の意味が違うんじゃないですかね。意味が。あれは忍ではなく、違う。そもそもね、確かに忍さんを表すんだとしたら、もっと短く表せますからね。忍。書き残そうとしたのは忍じゃなかったとか。ふむ、軽いノリで随分と重大なことを言いましたな。この血文字には他の意味があるということですか。その通りです。思いつきで言ったけど、それって意外とあり得るんじゃ。これはね、覚えてますね。これはどこからどう見ても忍ではないですか。ちょっともう一回見よう。忍。はい。他の意味などあるわけがない。でもよく考えたら、わざわざローマ字なのもおかしいですよ。そこだよ。
わざわざ文字数がさ多いのよ。そうだ英語で何か書こうとしたのかもしれません。私は西洋の言葉には疎いもので分かりませんが、ふっふっふ、私はこう見えて週末に英会話に通っていましてな。週末に英会話、いわば週末アメリカンなのです。だからすでに調べてあるのです。週末アメリカン、アメリカンでもあるんですね。忍ぶなどという英単語はありません。そうなの、ココネちゃん。残念ですけど、私も聞いたことないです。そうだよね、ココネちゃんは。もういいでしょう。弁護人の主張には驚かされましたが。それも血文字の本当の意味がわからなければ通りません。く。議論を先に進めるには答えていただかなければなりませんな。血文字の本当の意味を。これはね、それはその、待ったなしですぞ、弁護人。すぐさま答えられなければ、この議論は終了です。まずいぞ。なんとかアルファベットじゃない。別の意味を読み取れないか。ひらがな、カタカナ、数字、証拠品の中に文字はないか。証拠品の中に文字はないか。数字ありますね。これなかなかでもむずいよな。考えるんだ。なるほど、リュウチ。忍ぶが示す本当の意味とは何なのですかな？これは、この、やつです。これは爆弾運搬ケース。どういうつもりなのですか、弁護人。この運搬ケースに書かれている数字、見覚えがありませんか？ここには511103UR と。それがどうかしましたかな？その数字に何の意味があるというのですかな？現場写真に写っている血文字を見てください。あ、これって、だから、左から5、1、1、1、0。ココネちゃんは気づいてくれたみたいだな。忍ぶですな。違いますよ、裁判長。1文字目は S じゃなくて5なんです。2文字目は1。これはまさか。血文字が示していたのは森泉さんの名前じゃなかった。この爆弾運搬ケースに刻まれた番号だったのです。だから、その、まあまあ、こうちょっとね、こうなってるところとかもあるけど、意味あり。何をバカなことを、3文字目からもう違うではないですか。数字の方は1で、血文字は N です。ところが簡単にこの二つを一致させることができるんですよ。簡単にですよ。ここがポイントですよね。血文字とケースの番号を一致させる方法とは、ただ、線を2本消すだけでですね。ただ線を2本消すだけで、あら不思議と。あら不思議です。N の斜めの線と B の縦の線を消してみてください。あら不思議。511103U。ねえ。あと、なんか、文字があったケースがありますけど、隣にも。これは、C53U？ なんでそんな読み方になる？どうしてローマ字で読もうとするんですか？断固として。逆におかしいでしょう、それ。数字で読めば 511103U。
最後の R こそ書かれてないもの、でも書かれてた痕跡みたいなのある。それ以外は爆弾運搬ケースに書かれた文字と一致します。シーオサンウじゃないでしょ。2本も線を消しておいて一致していると言われてもね、2本も消したら完全に別物です。あなたなんかのれほど弁護士になってしまいますよ。のれほどじゃないです。どうなのですか、のれほど弁護士。勝手に消さないでください。大丈夫だ、推理の方向は多分間違っていない。各刑事は爆弾運搬ケースの数字を書き残したはずだ。そっちの方が合点がいくでしょうが、余計な2本は犯人が書き加えた偽装工作だったと考えられます。なんですと、たったそれだけでね、忍にできるんですから。各刑事が最初に書き残したのは運搬ケースの数字だった。それを驚きくんを襲った犯人が書き換えてしまったのです。なるほどさん、それじゃ あそういうことになるな。賀来さんは運搬ケースの数字で何を伝えようとしたんですか。この運搬ケースの数字が何を示しているのか。この運搬ケース誰のものでしたっけかね。ほらここに数字が書かれているでしょ。これは私の ID ナンバーなのですよ。つまりバラシマさんの ID ナンバーを書き残していたということですよね。各ホズミさんは法廷爆破で亡くなりました。その彼女が最後に示そうとするものは一つしかありません。まさか法廷爆破の犯人です。あいつだ、こちらは最初から分かっていた、あいつだ。その被害者が指し示そうとした人物とは誰なのですか。被害者が最後に示そうとした爆破犯の正体、それはこの変なやつ、バラシマシンゴだ。弁護側は法廷爆破の犯人としてバラシマシンゴさんを告発します。ここに連れてきてください、連行してきてください。バラシマシンゴさんです。どうやら彼の専門は爆弾の解体だけではなかったようですね。なぜかは分かりませんが、被害者にはバラシマさんが爆破犯だと分かった。だから爆発に巻き込まれた時、爆弾運搬ケースの数字を書き残したのです。 ID ナンバーによってバラシマさんを告発するために。どうしてわざわざ ID ナンバーを、名前を書き残すのが普通でしょう。確かにそうだよな。まあでもね、すぐにそれ書いちゃったらさ、バレちゃうかもしれないじゃないですか。バレちゃうかもしれない。どうなのですか弁護人。だからまあまあ、だからバレないようにじゃないんですかこれ。弁護人、被害者に聞けない以上理由は推測するしかありませんが、とっさに名前が思い出せなかったのかもしれませんね。各刑事とバラシマさんは初めて仕事で組んだばかりでした。あ、名前をそもそも知らなかった。そうか、それまでお互いの名前も知らなかったのですが、あるいは犯人に血文字の意味を悟らせないためだったのかも。それじゃないですかね。意味を悟らなければ血文字が消される可能性は低くなりますから。理由は何にせよ重要なのは書き残されたメッセージです。彼女が ID ナンバーを書き残したという事実は変わりません。ちょっと待ってください、まだ各刑事が血文字を残したとは証明されていませんぞ。血文字は爆発後の調査では見つからなかったのです。見つからなかった、彼女が残したならばその時点で見つからなければおかしい。見つからなければおかしいですよね。でも思い出してみてください、
第一発見者って誰でしたっけ？ねえ第一発見者って誰でしたっけ？それはもちろんバラシマさんが隠したからですよ。なぜ隠すことができたのかも簡単に説明ができます。何？それはバラシマさんが変なゴーグルをつけているから死体の第一発見者だったからですよ。血文字を最初に見つけたのがバラシマさん自身だったからですよ。そもそもあのね、血文字が各刑事が残したのかどうかっていうのも別にそのね、血自体を調べればわかることでしょう。爆発の後最初に現場に入ったのは私でした。安全を確保するためだったのですが、死体を発見してしまったのです。自分の ID ナンバーが書き残されているのを見たバラシマさんは血文字を爆弾運搬ケースで一時的に隠したのでしょう。まあ、すぐにね、すぐに人も来るだろうから、あ、だから血文字はケースの下に隠れていたんですね。血文字を消している暇なんてなかったんでしょう。死体の発見をすぐに伝えなければ怪しまれてしまいますから。思えばだから驚きさんもそれに気づいて、それだけではありません。バラシマさんはもう一つの事件で血文字を再利用した。驚き弁護士の襲撃事件ですか？その通りです。血文字を再利用することを思いついたバラシマさんは血文字を消さずに驚きくんが書いたものに偽装することにした。カクさんの残した血文字に2本書き加えることで、あ、これ忍ぶいけんじゃんと思いついたわけですね。血文字の意味を書き換えたのです。まるで驚きくんが森住さんを告発したかのように、わざわざローマ字でね。それじゃ血文字の工作をできたのは法廷爆破の犯人だけです。驚き弁護士襲撃の犯人も法廷爆破の犯人と同様バラシマ慎吾さんだったのです。そんなバカな、あなたの髪もそろそろ吹き飛ぶ頃合いでしょう。静粛に静粛に。どうやらバラシマ慎吾さんの話を聞く必要があるようですね。アウチ、ケンシ、バラシマさんを証言台へ召喚してください。呼んでください。うー、承知しました。なるほどさん、やりましたね。うん、なんとかね。結構ギリギリだったけど、はったりからの始まりでもあったかもしれないけど、事件を解体するのがあなたの仕事、せいぜい頑張ってください。あなたがこの事件を解体できるか見物ですな。言ってたな、そういえばこいつな。ついにバラシマさんを証言台に引きずり出してやったぞ。バラシマさんのついている嘘、お望み通り解体してやるさ。解体してやろうじゃねえか。あなたはなぜあの血文字に、血文字の話をしなかったんですかね。あなた第一発見者なわけですよね。なら発見したはずだ、その血文字も。バラシマさん、あなたに再び話を聞かなければならなくなりました。話の経緯は分かっていますよ、裁判長と。傍聴席からよーく見ておりました。だって伸ばしながら見てたんですね。おかしな人ですね。バカバカしい、どうにもバカバカしい話です。バカバカしくなんかありません。血文字があなたの ID ナンバーと一致してるんですよ。511103UR、 まあ、R の部分はね、ちょっとあれでしたけど、そこにある爆弾運搬ケースに書かれたナンバーとね、こじつけもいいところです。いわば配線の本線。私が一瞬で解体してご覧に入れましょう。各刑事が血文字を残した後、最初に現場に入ったのはあなたです。血文字を隠すのも再利用するのもあなたにしかできないんですよ。それはどうですか？そもかけるに、そもそも。その血文字が各刑事の書いたものだという証拠はあるのですか？
それはもういくらでも調べればわかるでしょ。だってその血自体をさ DNA 鑑定するとか、どうなのですか弁護人。いくらでもやりようはあるはずですよね。血文字が、あ、そうそう、だからそう DNA 鑑定でこれいけるでしょう。証明する方法は DNA 鑑定。裁判長、血文字の DNA 鑑定をお願いします。血が誰のものか分かれば自然と誰が書いたものかも分かります。どうすか。分かりました。係官、警察に DNA 鑑定を依頼してください。は、了解しました。鑑定の結果が分かるには少し時間がかかります。それまで証人の話を聞かせていただきましょう。聞かせていただきましょう。ぜひにも聞いていただきたいところです。弁護士殿の推理がどんなにおかしいものかということ。ほう、爆発後の様子。確かに爆発の後最初に現場に入ったのは私でした。しかしそこに血文字はなかった。そもかける2、あの血文字を各刑事が書いたはずがないのです。書いたはずがない。彼女は入り口近くの瓦礫の角に頭をぶつけて死亡していた。はい、血文字があった場所からは離れすぎているでしょう。なるほど、被害者の倒れていた場所と血文字は離れていた、そういう主張ね。その通り、血文字が書けないのは火を見るより明らかです。確かに死体が発見されたのは法廷の入り口近くでしたね。この現場写真を見ていただきましょう。あー、なるほど、倒れている被害者の近くに血のついた瓦礫があります。あ、てかさ、あ、これまだ。なるほどね。後頭部を平たいもので打って死亡。死亡時刻は午前8時から11時。あー、なるほどね。はい。平たいもので。ここに頭をぶつけて、命を落としたのでしょうな。平たい感じではないですよね。とんがってますね。角ですもんね。なるほど、わかりました。それでは弁護人、尋問をお願いします。私の精密なる証言、あなたに解体できますかな？おかしい感じでしたね。爆発後の様子。確かに爆発の後最初に現場に入ったのは私でした。そこはまあそうですよね。なぜ最初にあなたが。そもそも安全を確保するためです。爆弾処理班が最初に入る決まりになっているんです。つまりその時血文字を工作する時間があったということですよね。忍ぶに書き換える。忍ぶというかね、そこに運搬ケースをあれして。それはおっと、弁護人、話の腰を折らないよ。今からその推理が間違っていると証言するのですから。ふぅ、何か聞き出せそうだったのに。爆発で崩壊した法廷は、それは悲惨なものでした。うん、しかしそこに血文字はなかった。なかったという主張ですね。そのゴーグルをつけていても確認できたのですか。
このゴーグルがあったからこそ見落とすはずがありません。よく見えますよ、あなたのツンツンした髪の毛の一本一本まで。おっと、若白髪が一本。え？なるほどさん、苦労してますもんね、所長として。まあいろいろ苦労してきましたよね。嘘だろ、それぐらいあるよ。嘘です、嘘だった。勝利の卑劣な発言に異議を唱えます。リクってなりましたからね、こちらは。証人、髪の毛の話で人を惑わすのは感心しませんぞ。ねえ、裁判長も。裁判長から大きな悲しみの感情が出ています。失礼しました。証言を続けても良いですか？かっこいいけどね、裁判長。そもそも、あの血文字を書く刑事が書いたはずがないのです。それなら誰が書いたって言うんですか？もちろん、もちのろん、驚き弁護士でしょう。死の間際に犯人、森住忍の名を書いたのです。クックックック、あなたの部下の最後の言葉です。彼のことを思うとおせんちな気分になってしまいます。驚きさんって死んだっけ？驚きくん死んだことにされてるぞ。どういう扱いだぜ。どうして賀来さんじゃないと言い切れるんですか？そして驚きさんは死んでません。それには理由があるのです。彼女は入り口近くの瓦礫の角に頭をぶつけて死亡していた。角、爆発で吹き飛ばされたということでしょうか？爆弾の威力は凄まじい。爆発そのものだけではなく、爆風による二次被害もとても大きいのです。運悪く瓦礫に頭をぶつけてしまった。解剖記録にもあるでしょう、後頭部を打って死亡と。解剖記録か、もう一度見直してみるか。やっぱだからあそこですよね、おかしいですよねっていう。これで分かったでしょう、刑事には血文字は書けなかった。なぜなら血文字があった場所からは離れすぎているでしょう。血文字の位置まで張っていったとか。それでどうやって入り口近くまで戻ったというのです？血文字を書いた後、張って戻ってきたとか。ふっ。鼻で笑われたぞ。なんなら、弁護人が試してみますから。え？遠慮しておきます。後頭部やられるんですか？また消火器で。確かに死体と血文字は数メートル離れています。このままじゃ手が届きませんよね。まあだからおかしいのよ、これは。困ったよ。つまりは何かが間違っている、矛盾があるってことだね。あ、もしかしたら死体が移動されたのかも。だから入り口近くの瓦礫の角でっていうのがそもそもおかしくて。でも瓦礫の角にしっかり血痕がついてるしな。もしそれも犯人の事後工作だとしたら、そこに証拠品との矛盾が生まれていないだろうか。生まれてましたね、生まれてましたよ。入り口近くの瓦礫の角に頭をぶつけてとありますが、平たいものでってあるんですよね。おかしいですよね。バラシマさん、あなた嘘をついてますね。
おかしいじゃないですか、この記録と。辻褄が合いませんよ。解剖記録の頭部の傷について書かれた場所を見てください。後頭部を平たいもので撃って死亡。あの瓦礫の角ってなったらまた話変わってくるでしょう。それがどうかしたのですかな？血痕のついた瓦礫をよく見てください。鋭く尖っているじゃないですか。本当だ。尖り切ってます。なるほどさんの頭みたいに。でしょう？確かにおかしいですね。どうしてこんなことに。被害者が頭をぶつけたのはこの瓦礫ではなかったのでしょう。この血痕も犯人による偽装工作だったのです。被害者が死んだ場所が法廷の入り口近くだと思わせるための、本当はだから、ここじゃないんです。あの血文字、残せるような場所に、犯人が死体を移動させたとでも言うのですか？その通りです。本当に被害者が頭をぶつけたのは別の場所だった。おそらく平たい床などではないでしょうか。そもそも血文字の近くのね。それも血文字の近くのね。それならば血文字を書くこともできたことになりますね。裁判長。血痕の鑑定結果が出ました。これではっきりしますね。いいタイミングですな。どれどれ。やはり血文字の血液は各刑事のものだったようです。やはりね。そして弁護人の主張通り、後から書き加えられた部分だけは驚き弁護士の血液だったようですな。弁護人の主張の正しさが証明されたと言っていいでしょう。よし、やりましたね、なるほどさん。ってなったらね、やっぱ工作された、偽装工作されたようなところも見つかったところで、第一発見者のバラシマさん怪しくなってきますよね。やりました、なるほどさん。このまま一気に畳みかけてやろう。血文字の鑑定結果、後でもう一度確認しておこう。さて、証人、あなたの証言の嘘が次々と明かされているわけですが、何か申し開きはありますかな？ありますかな？わかりました。白状しましょう。白状。なんだ？どうしてそんなに冷静なんだ？今度こそ真実を証言させていただきましょう。真実。絶対証言しないやつ、これ。このパターン。本当のこと。確かに、各刑事は、私の ID を書き残してました。511103UR と、はっきりと驚きました。UR? R の部分は途切れてましたよね。R の部分はさ、R の部分はないっすけど、気になること言ってきたな、もうこの時点で。驚きました。しかし私は爆弾を爆発させてなどいません。きっと彼女が犯人を勘違いしたのでしょう。疑われたくなくて死体を移動し、血文字を隠しました。すみません。誤解で、でもこのままで疑われるからそれをやったと。ただちょっと気にかかりましたね。なるほど、あくまで死体を移動しただけだと。そうです、殺してなどいないのですよ。そうだったのですか。ん？それだけでも十分犯罪ではないですか。気づくのが遅すぎるだろ。それはそうだが、それでは弁護人、尋問をお願いします。
本当のこと。確かに各刑事は私の ID を書き残していました。あった、やっぱりあなたは各刑事の残した血文字を見ていたのですね。すみません、最初から証言するべきでした。この ID は確かにあなたのもので間違いありませんか？間違いありません、確かに私のものです。あの ID は警察から自分に支給された私だけの ID です。このゴーグルにも ID は振られています。あのゴーグル支給品だったのか。まあ私が支給品を改造した特別製ですがね、改造してるじゃねえか。ちなみにこのサングラスも特注品。そうなんだ腹立たしいですもんね、なんかね、そのサングラス他のものより特別黒く深い輝きを持っています。ちょうどよく腹立たしいメガネです。それを言うならば私の木槌もマホガニー製の特注品。他のものより特別良い音を響き渡らせますぞなぜか自慢合戦が始まったぞ。そんなカン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 やるのもどうかと思いますけど、ともにかくあなたは血文字をはっきりと見て、それはあなたの ID だったわけです。ええ、床に血文字で書かれていました。511103UR とはっきりと。驚きました。この時点でちょっとね、気にかかるところではありますけど、 511103UR、 それが崩壊後の法廷に書かれていたのですか？それを書かれてるのを見たんですよね。でもなんか我々確認したところだと R の部分ないんですよね。ええ、身に覚えがなかったのでとても焦りました。それはさぞかし気が動転したことでしょう。想像してみると確かにここねとか血文字で書かれていたら焦ります。びっくりマークも含めてここね、私もアウチと書かれていたらそれは焦るでしょう。だから証人の気持ちはよくわかります。とにかく現場にはあなたの ID が血文字で書かれていたのです。はい、この目で見ました。511103UR とはっきりと。あ、だいぶ強調してきましたけど、しかし私は爆弾を爆発させてなどいません。そうでしょうか。被害者は真犯人を知っていたのかもしれません。さあ、私には分かりません。各刑事の頭の中まではね、解体してみたわけでもありませんから。見てたら怖えよ。弁護人、証人を疑うならば証拠を見せていただきましょう。法廷では証拠が全て。今時小学生でも知っています。あなた何年弁護士をやってるんですかそこまで言ってくるとはな。なるほどさ、大丈夫です。弁護士バッジを取り直したの最近ですから、そういう問題、そういう意味で私よりも新人ですよ。フォローになってない。そういうことじゃない。証人、証言の続きお願いします。現場には私の ID が残されていたのです。きっと彼女が犯人を勘違いしたのでしょう。勘違いしてあなたの ID を。被害者があなたを爆弾犯だと勘違いしたというのですか？見た目爆弾犯っぽいから、あと仕草も怪しいし、血文字を見つけた時はショックでした。爆弾は爆弾処理班であるバラシマさんが管理していた。だから被害者はとっさに彼を疑ったのではないでしょうか。まさに濡れ衣の家、もうこれは職業差別です。ふむ、差別は感心しませんねそういう話に展開していってる。その通りです。もしも被害者が木槌で殺されていたなら、そこの青い弁護士は裁判長を疑っていたでしょう。そうそうそう、それは困りますな。弁護人、私を疑うなど
法廷侮辱罪ですぞ。そうかな、なぜか怒られたぞ。それはそうなのかな。そう、私は爆弾に関わる人間、下島まであったら言い逃れようがありません。なるほどね、疑われたくなくて死体を移動し下地を隠しました。すみません。下地を消そうとは思わなかったんですか。時間がなかったのです。私が発見した時下地はすでに乾いていました。外では警察が爆弾の安全確認が終わるのを待っている。死体も移動しなければならない。私は焦りました。時間のない中、とりあえずはケースで隠すしかなかったのです。警察の捜査で見つかるとは思わなかったのですか。あのケースは爆発物処理班しか動かしてはいけない決まりなのです。爆弾が入っていて危険ですから。捜査が終わった後に下地を消せば良いと思っていました。すみませんって、それじゃすみません。ん、それじゃすみませんよ。そう、すまないですね。全くだね。被害者が勘違いで血文字を残したとは思えない。そう簡単に言い逃れはさせない、言い逃れはさせないさ。最初に血文字を見つけた時、バラシマさんが見たもの、矛盾が隠されてないか証言をよく聞くんだ。いや、ちょっと気になるとこありましたね。 51103UR とはっきりとそれを見たと言っていますけども、我々知るところによると、はいはいはい、血液ね、R の部分はね、なかったんですけど、本当に 51103UR と書かれていたんですね。そうです。はっきりと書かれてあったのです。おかしいですね。僕にはどうしてもそうは見えないのですが。あなたには見えるんですかね。今更何を言っているのですか。もともと血文字が ID だと言い出したのはあなたでしょう。血文字をもう一度よく見てください。本当に 51103UR と書いてありますか？は、あ、足りないんですよ、最後の R がね。これ、あ、そうか、そうだ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 、これ大事だよね。これだから、この R の部分がなぜないのかっつったら、この法廷が爆発して、そうだそう、これ大事なんだ。爆発してその R の部分が、だからないわけですよ。つまり爆発する前に、これは書かれているんだよね。爆発の前に。どういうことですか、証人。こりゃ、とんでもねえことですよ。そうでした。そういえば R は書いてありませんでした。単に見間違えただけです。失礼しました。そんな、せっかくの矛盾が。いや、ここは、大事な、なるほどさん。あの人本当に間違えただけなんでしょうか。ココネちゃん？なんだかやたらと焦っている感情が聞こえるんですよね。確かに見るからに焦っているよな。焦ってるな。焦って何か噛みちぎろうとしてるもんな。弁護人、残念ながらただの見間違いだったようですな。確かにでも何かがね、R があったような痕跡はあるわけですから。どうなんだ、本当にただ見間違えただけなのか。バラシマさんは R を、本当に見間違えた。本当に見た。本当に見たんじゃありませんかね。もしかしたらバラシマさんは本当に R を見たんじゃ。でも血文字には R はない。どういうことなんだ。あれ？この写真よく見たら、もしかして。ああ。
どうしたんですか、なるほどさん。急に大きな声を出したりして。ここねさん引いてるじゃないか。何この人みたいな目。そうか、そういうことだったのか。R があったであろう、ものがね、見間違えた。本当にそれだけでしょうか。バラシマさんは実際に R を見たんじゃないでしょうか。見たんでしょう、あなたは。R もね。しかし、この写真には明らかに R がありませんが。いえ、その逆です。この写真がバラシマさんが R を見た可能性を示してるんです。そこまで言うなら、いや、もう見ればわかるはずですよね、これね。指摘していただきましょうか。バラシマさんが R を見た可能性を示している箇所と、これだから、これは、この辺この辺この辺さ、 U の右側を見てください。少しだけ赤いものが見えます。確かに床が崩れてる部分のギリギリのところに R があったんじゃねえかっていう痕跡残ってますよね。それがバラシマさんの見た R なんです。確かに証人はおかしなゴーグルをつけています。しかしひどく目が悪いわけでも、若くしてボケているわけでもない。そんな汚れが R に見えるはずがないでしょう。もともとここには R があったと考えたらどうでしょうか。アウチさん、バラシマさんが見たのはこんな汚れのようなものではなかった。そこには完全な R が書かれていたんです。爆発で床が崩れる前はね。なるほど、それなら納得ですな。ん？そうなんですよ。おかしくなってきますよね。なるほどさん、それっておかしくありませんか。順番が逆転しているじゃないですか。うん、その通りだね。爆発が起きる前に血文字の R が書かれたタイミングが全てを逆転する。爆発で崩れているということは、この血文字が書かれたのは爆発よりも前ということになりますね。崩れた床に書かれてあるということは、この血文字は爆発前に書かれたことを示しています。そんなバカな。事件は爆発の前に。それでは前提が覆ってしまいますぞ。そう、覆るんですよ、すべてが。被害者は法廷の爆発に巻き込まれて死亡したのではない。爆発前に、すでに殺されていたのです。そういうことになってくるんだよね。静粛に。そんなのめちゃくちゃだ。被害者の死体は爆発の現場で見つかったんですぞ。こうは考えられないでしょうか。爆発よりも前、正確には裁判が始まる前に撲殺をする。そして爆発が起きた後に崩壊した法廷に死体を置く。もともと撲殺してて死体は隠してたということですね。で、そこに置いた。そうすれば爆発に巻き込まれて頭を打ったと見せかけられます。なんですと。そうなると裁判前の被害者の行動が問題になってきますな。青木検事、裁判前に被害者の姿を目撃した人、警察の聞き込みの結果によると、ふむふむ、いやー、一人だけいました。裁判直前に被害者を見た人が。目撃者の名前はバラシマシンゴ。あれバラシマさん以外にはいないのですか。どうやらそのようです。バラシマさん、ここで思い出していただきたいんです。昨日のバラシマさんの証言を。
私と各刑事が爆弾を運んでいた時のことです。はいはいはい。あ、バラシマさん、裁判直前あなたは被害者と一緒でしたね。それも犯行現場である第4法廷で。グーどえエスド。裁判長、弁護側は証言を要求します。裁判直前のことについて証人、証言していただきましょう。そんな必要などウポシピーか BH@PLWK。 完全に動揺してますねこれはね。 WK@WK ドンピシャってことです。ディア K から、だからだからってことだね。 H 法廷に BB 爆弾を運んできただけだと言って、もう普通に喋ってくれないかな。タイピングミスがすごいのよ。タイプミス、あーめんどくせえそうでしょう。喋ろう。私が被害者と法廷にいたのは仕事のため。法廷に爆弾を運んできただけだと言っているだろうが。あなたにはやれたな。でもあなたは事件現場で被害者と二人きりだった。つまり殺害のチャンスがあったんです。あなたにはやれた。甘いスイートですな。なるほど龍一、スイートですか。なるほど龍一は、どういうことでしょう。確かに証人には被害者を殺害する機会があった。しかしあなたの主張には大事なものが欠けているのです。大事なもの、凶器ですよ。あー凶器ね。被害者を撲殺したね。あれこれ確かにその通りです。いくら殺害の機会があっても凶器がなければ殺害できません。そうでしょう証人。ああその通りだ。あでも、あはい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 、だからあれですよね、あの解剖記録、後頭部平たいもので撃たれてるんですよね。私は凶器になるものを何も持っていなかった。私に各刑事を殺すことはできないんだ。あなた今それ何持ってます。バラシマさんは凶器になるものを本当に持っていなかったのか。おこねちゃんどうしたの。被害者の解剖記録を見直していたんです。凶器のヒントになるものは書いてないかなって。そうそうそう、確か後頭部を平たいもので撃って死亡だったね。こんな特徴的な傷をつけることのできる凶器って何か平たい面のあるもので殴ったということでしょうか。平たい面があって鈍器になる重さのあるものか。なんか最近そんなもの見たな。なんか 5. 何キロだか。弁護人いかがですかな。凶器を示すことができるのですか。できると思います。多分な、何。それでは提示していただきましょう。証人が持っていた凶器になるものとはですね、まあこれですね。バラシマさん、あなたは持っていたじゃないですか、凶器にぴったりのものを。はあ、何のこと言ってやがんだねえ、これのことですよ。あなた言ってたじゃないですか、それなりの重さがありますしね、これね。それは爆弾ではないですか。しかし被害者の死因は爆発ではないと証明されたのでは。やはり各穂積さんはこの爆弾で殺されたのです。
爆弾という鈍器で頭を殴られることで、まさか爆弾で殴ったとはな。解剖記録に書かれていた被害者の死因を思い出してください。後頭部を平たいもので撃って死亡でした。この爆弾ならば平面の部分で殴ることで、まさに平たいもので撃った傷ができるのです。はははははは、ひひひひひ、やべえ笑い方をし始めたな。なんだ、そうなんじゃねえのか。だったらよ、証拠を出してみろよ。俺がその爆弾で被害者を殴ったっていう証拠をな。くっ、確かに決定的な証拠はない。爆弾に被害者の血痕でもついてれば証拠になったんだろうけどな。残念残念、もう爆発して粉々だ。そうなんだよね、そうなってくるんだが、ボッカーンゲームオーバーだな。うぅ、なるほどさん、爆弾の写真に何か痕跡が残っていませんか。これって、これってどうなんだっけかね。まあ、なんか割れてる感じはありますけど、さすがに血痕は写っていないか。そうだね、この時計のところちょっと壊れています。もしかしたら賀来さんを殴った時に壊れたんじゃ。そうね、そういう風にも、そういう風にも取れるけれども、確かにそうかもしれないけど、でも血痕のついた破片でもないと証拠にはならない。うー、そうですよね。荒島さんは爆発させることで凶器を完全に隠してしまった。どうしたら、どうしたらいいんだ。そうだ、こういう時こそ発想を逆転させるんだ。発想逆転、荒島さんが隠せなかったものを探すんじゃない。隠したものを暴き出してやればいい。荒島さんは裁判が始まる前に各刑事を殺害し、ああそうですよね、殺害した後に賀来さんを、爆弾が爆発した後に死体を法廷に置いた。そのためにはあれを隠しておく、必要があったはずだ。死体をね、それが写っている写真が手元にある、突きつけてやるんだ。バラシマさんが隠しておく必要があったものを示す写真、写真は、ああ、まあだから賀来穂積さん、そうか、今まで見落としていたポイントがある。事件が起きたのが裁判よりも前だったならば、死体をどこかに隠しておかなければならない。裁判の間、死体を隠しておく必要があったはずだ。で、爆発後の第4法廷に死体を置く、死体を隠していたところが分かれば、ああ、バラシマさんを追い詰める証拠が見つかるかもしれない。バラシマさんが裁判の間死体を隠せた場所はないだろうか。まあありますよね、ちょうどいいものが。爆弾運搬ケース、そうか、ずっと法廷にあり、人間も入れられる大きさの箱、そして爆発物が入っていると思えば誰も触ろうとしない箱。バラシマさん、まあ、しかもか、あれじゃんね、鍵、
開けられるのこの人だけだし。何かな？決定的な証拠でも見せてくれるのかな？いいえ、見せてもらうのはこちらの方です。何？見せてもらえますか？その爆弾運搬ケースの中を。確かに、そこを確認して、そこにね、あれば、もう、そうだもんね。結婚でもあれば。なんでそんな必要ないだろう。この反応間違いない。あなたは裁判の直前に被害者を撲殺した。そして裁判中に起きた爆発の後、死体を崩壊した法廷に置いた。被害者が爆発に巻き込まれて死んだように見せかけるために。それでは裁判中、死体はどこに隠されていたのか。あ、その答えがそこにあります。どんな衝撃にも耐える鉄の箱の中にね。あー、ういや、そんな、違うならば開けて見せられるはずですよね。さあ見せてもらいましょう、その箱の中身を。観念したか。待っていただきましょう。命が惜しければね。命が惜しければね。なんだ。あれ、こんな展開でしたっけ。落ち着いて聞いてください。あと5分で、爆発します。は？え？この爆弾ですよ。HH3000。え、爆弾はだってもう、どういうことだ？裁判長。裁判を閉廷していただきましょう。だって爆弾はもう爆発して、この爆弾が爆発する前にね、それはだって、あなたが、証人、まさか私たちを脅すつもりですか？くこの爆弾を解体できるのは私だけ。死にたくなければ私の言うことを聞くしかありませんな。証人、何を言ってるのですか。それは訓練用の偽物でしょ。そう偽物でしょ。さっきからね、あれ解体したい、また作ってみたいなのでさ、やってるだけですよね。いいえ、これは本物の HH3000 です。 HH3000 は大洋法廷で爆発したはずじゃ。法廷を爆破したのが HH3000 とは限りません。ややこしいことを。え、爆発したのは別の爆弾ですよ。私が作ったね。何を言ってるんですか。自白と受け取って良いのですから。好きに解釈していただいて結構。とにかく裁判の直前に私はぬいぐるみから HH3000 を取り出し、自作の爆弾と取り替えた。それが爆発して法廷を破壊したのです。落ち着いてください。証人、いくらなんでもデタラメが過ぎるでしょ。ただそういうことになってくると、これはとても珍しい爆弾なのです。私も他に見たことがない。私が爆発する機能を再現できなかったことです。だから欲しくなってしまったのです。誰か爆発したぬいぐるみの中を法廷中に確かめたのですか。間違いなく HH3000 が入っていたと。確かに誰もぬいぐるみの中を開けてみていません。では入れ替えられていた可能性があるということですか。可能性ではありません。事実、入れ替えたのです。ずっと本物の爆弾を持っていたっていうのか。 HH3000 はこれなんですよね。これがそれだと。早く逃げた方がいいと思いますよ。もう爆発まで時間がない。静粛に静粛に。
逃げろ爆発するぞ、逃げるんだ。爆発。おや、4人も残るとはなかなか度胸が座っていますね。私が逃げ出すわけには。いや、でもまたあの爆発が。爆発起きたらやばいね。裁判長、今にも逃げ出しそうだぞ。アウチ拳銃は、あ、いる。まあ、わたたち、わぎゃー逃げた。逃げたか。まあ、逃げるわな、あいつはな。なるほどさ、どうするんですか。かっこ悪いよね、ここで逃げたら。でも、もしかしたら本当に爆発しちゃうかも。そうっすね。さあ、あと3分しかありませんよ。あ、やっぱり、そういうことか。HH3000 のやつは、なんかね、あの部分、あんな感じでしたっけかね。あの爆弾は本当に HH3000 なのか。さあ、どうする。逃げません。ここで逃げ出すわけにはいかない。それは HH3000 ではない。私もそろそろ失礼しましょうか。愛しいこの HH3000 爆弾と共に。ああ、そうそう、私のことを追いかけたりはしないでくださいね。リモコンなしでも直接スイッチを入れれば、いつでも起爆できます。リモコンはない。捕まりそうになったらその場所がどこであろうとも爆発させますので。それでは失礼。行かせるか。逃がしませんよ、バラシマさん。それは HH3000 ではありませんね。何？裁判長、恐れる必要なんかありません。だってその爆弾は偽物ですから。本当偽物すぐ疲れますもんね。現に我々見ました。そうなのですか、弁護人。ほう、またお得意のハッタリですか。まさか命までかけるとは。弁護人、今はいけません、今はいつもだったら別にいいけれど、不要なハッタリは命に関わりますぞ。ハッタリなんかじゃありません。証拠だってありますからね。本当ですか。ええ、もちろんです。爆弾の写真にはっきりと写っているんです。その爆弾が本物の HH3000 ではない証拠が、まあ、おそらく各穂積さんを殴った時についたであろうあのひび割れが。教えてください、さあ早く。本物の HH3000 ではないことを示す証拠はどこなのですか。ここだ。写真に写ってる爆弾の時計は壊れているんです。おそらくは各刑事を殴った時の衝撃でね。しかし今目の前にある爆弾の時計は壊れていません。あ、そこにあるのは本物の HH3000 爆弾じゃない。ぬいぐるみの中の爆弾を入れ替えたなんて真っ赤な嘘。本物の HH3000 は第4法廷で爆発した。そこにあるのは解体訓練用の偽物に過ぎないんです。爆発させられるもんならさせてみてくださいよ。裁判長、恐れることはありません。僕の手で爆弾運搬ケースの中を調べさせてもらいます。弁護人、お願いします。やめろー。これは、結婚ではないですか。結婚でしたね。どうやら出てきたようですね。あなたの嘘の証言を決定的に爆破する爆弾が。DNA 鑑定をすれば各刑事の血と一致するでしょう。
そうなればあなたが各刑事を殺害したことが証明されます。噛みちぎればいいでしょ。それをこの決定的な証拠はあなたに解体できますか。解体？解体だと？はははははは、時間切れだ。お前らが逃げないからもう時間切れだよ。爆発させてみろよ。この爆弾が HH3000 が爆発してしまう。脅そうとしても無駄ですよ。もうその爆弾は偽物だと証明されています。この爆弾は本物なんだ。本物なんだってば。ほほほほ、本物。へへへへ、ふふふふふ。ひひひひ、はははははは。やべえ笑い方。なんだか様子がおかしいぞ。もう時間がない。爆発する。解体しなければならない。解体しなければ。俺は何だって解体できるんだ。証拠品もこの爆弾も、解体してやる。こいつも法の暗黒時代が生んだ。解体、間に合わない？かくなる上は。止まれー。そんなやり方で止めるのどうなん？爆発した。あ結局ゲームオーバー。解体失敗です。ははは、終わりだ。俺の人生は爆発した。すべてはあの女のせいだ。各刑事、俺は仕事で解体した爆弾の横流しをしていた。あ、はい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 。今回も爆弾をいただこうとしたのをあの女に気づかれちまったんだ。横流し、法の暗黒時代。あの女は第4法廷で俺を問い詰めてきた。だからつい殴り殺しちまったんだ。畜生。よくその HH3000 で殴ったな。死体の隠し場所を探しているうちに血文字まで残しやがって。海底直前で血文字を消す時間がなかったせいでこんな、くそ、爆破事件で死んだように見せかけられるはずだったんだ。それにあの弁護士の野郎、こそこそ嗅ぎ回りやがって。轟さんね、昨日の法廷で証言した後、俺が第4法廷に行ったら、あの野郎、爆弾運搬ケースを調べていやがった。だから俺はあいつの背後から近づいて、殴りつけてやったんだ。警察のアホどもがあの小娘を逮捕した時は、あいつのせいにできると思ったのに。畜生。バラシマシンゴ、あなたを拘束します。各刑事の殺害と法廷爆破、そして、驚き弁護士襲撃の容疑者として。これ法廷爆破が確かね、あれなんですよね。あなたの罪は追って行われる裁判で決定されるでしょう。さて、傍聴人の皆さんも戻って来られたようですね。一人だけ随分遠くまで逃げてしまった人がいるようですが。これまだだからリモコンスイッチがね、見つかってないっていう。まあいいでしょう。それでは被告人森住忍に判決を言い渡します。無罪。あ、うちさんいないけど。よかった。うちさんがいません。
これにて閉廷。12月18日午後12時31分地方裁判所被告人第5控室。やりましたね、なるほどさん。なんとかね。いや、やっぱりなるほどくんよ。これだけの試験を一気に解いちゃうなんて、さすがなるほどさんです。まあそんなつもりはなかったんだけど、成り行きで成り行きでこんな結果に。普通成り行きでできることじゃないですよ。あの意地悪検事も逃げちゃったし、本当スカッとしました。なるほどさん、ココちゃん、本当にありがとうございました。いやいや、よかったよ、よかったね。これでまた森に戻れるじゃない。それこそ冤罪ね、あるとこだったから危ないよね。はい、お二人もよかったら今度森に遊びに来てくださいね。もちろん喜んで。忍の家はなるほどさんにはたどり着けないかもしれませんよ。森、どんな森、そこ標高何メートルだっけ。確か800メートルぐらいだったと思いますけど。それ森じゃなくて山じゃないか。山だ。ところでなるほどさん、私事件のことで気になっていることがあるんです。いや、そうなんですよね。リモコンスイッチ見つかってないんですよね。一つだけ残っている謎なんですけど。ああ、あれのことかな。僕も気になっていたんだ。一つだけ残っている謎。リモコンスイッチで爆弾を起動させる、爆破事件の直前に盗まれて現在行方不明。リモコンスイッチのことだね。これだから法廷爆破をあれしたのがあのバラシマさんなら、このリモコンスイッチも持っていると思うんですけれども、はい、結局リモコンスイッチってどこに行ったんでしょう。多分バラシマさんがどこかに捨てたんだと思うんですけど。確かにちょっと気になるけど、それを探すのは警察に任せるとしよう。今は無罪判決を喜ぶ時じゃないかな。はい、そうですよね。そうだ、忍、無罪判決を報告しに行かないと。あの人に、ね。驚きさん。うん。ん?ご両親に帰る。違いますよ、驚き先輩です。ああ、驚きくんか。そうだね。みんなで驚きくんのお見舞いに行こうか。はい、きっと退屈してると思いますよ。はい。こうして法廷を崩壊させた事件は終わりを迎えた。いきなり爆発から始まったね、あの第1話。でも次の事件はまたすぐにやってくる。事務所の弁護士も3人になって賑やかになってきた。驚き宝介、日月ここね、そして僕、なるほど龍一。どんな事件が起きても絶対に解決できる。3人で力を合わせればきっと。今はそんな風に思うんだ。そうだね。ここから始まっていくと。しかし、そんな僕の思いは、驚きくんの一言によってもろくも打ち砕かれることになる。そうなんすよね。某日、某遅刻、なるほど、何でも事務所。ことは深刻でしたと。俺、しばらく事務所を離れます。どういうことですか。理由を聞かせてもらえるかな。どうしてもやらなくちゃならないことがあるんです。森木ちゃん、驚きさんが事務所を出た。
驚き先輩、どうしてあんなことを。これだからもうすでにいろいろとね、いろいろと起きてるんですよね。こっから過去のさ、きっと驚き先輩の中で何かが変わってしまったんだ。ここに至るまで何があったのか。あのジャケットを着た時から。私はどうしても思い出してしまう。驚き先輩と出会ったあの頃のこと。今年の春、私は初めて驚き先輩と出会った。そして、あの事件を通じて初めて彼の心に触れた。妖怪が人を殺したあの不可思議な事件の裁判で。はいはいはい。いや、そうなんですよね。ジャケットも確かに。我々の知ってる驚きさんはああいう格好じゃないですから。何があったのかと。クイズ、逆転推理序章。あ、クイズ逆転推理。これやったことないな。じゃあまあ今回はここで、終わりにして、次回また、続きをやっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。やっぱり、面白いですね。逆転裁判5。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。